TM でしょうで。送信します。ちょっと今、宮台さんに招待状を送りました。聞こえてますかね？聞こえてたらグーサインとか、なんか適当に。話しかけず見ていたの、雲の上から見ていたの、君が何をするかを。あなたはいつも橋の上、そうさ見てきたこの景色。今私のルナトゥルルルルトゥルルルル、皆さんに共同スピーカーとして招待状送りました。聞こえてますね。はい、よかったです。で、今宮田さんに招待状送りましたんで、お過ごしでしょうか。で、マイクオンですよね。はい、宮台です。こんにちは。こんにちは、宮台さん。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。それでは、お久しぶりどころかもすごいですもんね。だから12年ぐらいですよね。です。うん、だから、はい、もう本当11年ぶり。そうですね。そう、だから、奥様にはね、時々お会いしたことがありまして、実はっていう感じで。あれですか、イベントで。そうです、そうです。はい。うんうん、それで、あったんだけど、まあ、なんかしばらくは、しばらくは会ってなくて、まあ、そんな中、ほら、宮台さんが、ちょっとね、うんうん、襲われるという事件もあり。うん、はい。うんうん、その時にちょっとあれかな、奥様にちょっと大丈夫ですかって心配のメールはしましたけど。うんうん。だけど、まあさすがの宮台真司、不死鳥のようにしっかり蘇って。最近どうですか、体調は大丈夫ですか？まあ、ある程度順調に回復してきたんだけど、はい、ちょっとですね、まあ、耳っていうかですね、耳の、だから頸動脈を狙ったね、刀傷が15センチ以上のものが、ね、耳の下ぐらいにあるんですけど、それでちょっとですね、その耳にちょっと問題が生じていて、うんうんうん、でなのでまたですね、ちょっと入院して、1週間ぐらい入院して、うんうんうん、また手術をすることにはなってます。あ、なるほど。でもが、うん、はい、まあしかし大体は大丈夫です。はい、フラッシュバックみたいなのないんですか？それがね、
全くないんですよ。で、まあですね、犯罪被害者支援っていうことでね、あの警視庁から、ね、10万円とか、うん、あの出ることになっているんですけど、うんうん、その前にあの臨床心理士のカウンセリングを受けるんですよね、はい、うんうんうん、でそのチェックリストがあって、例えばあの大学に行くのは、うん、不安ですかとか、うんうんうん、現場を通りかかると、まあ、思い出しますかとか、うんうんうん、いろいろあるんですけど、うん、あの全然僕、ね、チェックゼロで、何も別に思い出さないし、うんうんうん、大学に行くのも平気だし、でちょっと臨床心理士の方がそれで困っているっていうことがありましたね。なるほど。でまあ別のね、あのやっぱり心理士、臨床心理士の方によると、あの自己防衛で、まあ、セルフディフェンスのメカニズムが働いていて、うん、その意識的に気丈に振る舞おうと頑張ってるんじゃないかっていう、ね、うん、なるほどなるほど、まあ、ある意味その状態である、方もそういう感じですよね。そうそう、そう思われてるってことです。で、そう思われたんですね、うん、でしかしまああのですね、半年ぐらいした状態で、うんうん、あのちょっと鬱が来ました、うんうんうん、それで、あのかかりつけの精神科医によると、あのやっぱりこれは自己防衛規制だったんだろうということで、あのまあ時間が経って、そのなんか自己防衛に疲れたというかですね、うんうん、そうしたある種のまあ環境の変化があって、でちょっと結構長かったんですか、うつ状態は。ですね、いや僕ね坂口さんに比べれば、まあ、全然軽いと思うんで、うんうん、基本あの普通の抗うつ剤で、うん、ある程度緩和しました。あ、本当ですか、よかった。はい、いやその時期が結構長かったら大変かなと思って、時間っていうかそのうつ状態の時間がね。そうですね、ただもともと僕はまあ ADHD なんですね、うんうん、まあ、ASD、ADHD、併発っていうのが普通ですけど、あのね、最先端の学説だと、それとあの双極性障害っていうのが3つ合わせて、はい、あの実は脳の同じ場所から発する、はい、まあ、症候群なんだっていうことで、うんうんうん、その ASD、ADHD、そして双極性、うん、まあ、いわゆる双極ですが、うん、どれが前傾化するのかっていうのは、はいはい、なんかサイコロを振るようなもので、うんうんうん、でなかなか周りからも予想できないし、うん、っていうことで、まあ、だからもともといわゆる双極性はあったんですね。でその後、まあ、ADHD の確定診断を、うんうん、受けて、うんうんうん、基本この、3つがですねぐるぐる回るような場合には、うん、あの脳にそのメカニズム的な、つまり遺伝的に、うん、場合によっては遺伝的に構成されたメカニズムがあるんだろうということに、あのなりました。なるほど。 で、うん、でもまあ僕坂口さんも、うん、ほらあの双うつ双極性だけど、うん、まあ、どう見ても ADHD じゃないですか、ね、まあね、まさにそうだと思います、ね、まさに ね、はい、ね、なので、あ、まあ仲間だなと思いました。 ありがとうございます本当、はい、まあ、そうか、だからそれはね今回あの1ヶ月前ぐらいにね宮台さんに1ヶ月前ではないですね、うん、8月入ってからでしたっけ、あれ僕お願いし、突然なんかふっと、そうです、間違って、うん、ふっと突然なんか宮台さんに宮台さんと話す頃かもって勝手に思っちゃって、うん、宮台さんに、メールを DM をして、うん、で宮台さんがすぐ受けてくれて、で日程が決まったけど、まあ一応俺総鬱でイスタンブールも行くんで、その後鬱になるかもしれないんで、ちょっと告知はちょっとギリギリな感じにしますって言ってくれたら、うん、あ、言ったらあのね、その僕もリチウム服用してますからって言ってくれたんで、
なんか、いや、あ、そうだったんだっていう、僕ね、意外と分かってなかったです。宮台さんがそんな感じだと。まあね、まあちょっといくつか理由があってね、まあ、そういう ASD、ADHD、双極性の、うん、まあ、そのレンズみたいなね、なるほど、の集合の中にいるということを、まあ、言うようにはしてます。なるほど。それがなんか、あの11年前の、まあ、あの時は僕は完全な、多分層の完全な、なんか光の中にいたような状態で。まあ、すごかったですよね。だから、うん、宮台さんと対談というか、もうほぼ、ね、僕がその、もう喋ってしまうっていう感じでも、はい、その中を。もう 98% そうですよね。そんな感じで、その宮台さんのそんな状態もね、ほとんど、そんな対談っていうか、そういうことも なかっただろうけど、なんか、その宮台さんが終わった後になんか僕になんか一言二言言ってくれたんですよね。でなんか言ったね。 僕が覚えてるのは、うん、君は天才だっていうふうに言ったんですよ、うん、それでなんか僕それがすっごい心にこうなんていうんですかね、すっごい安心したんですよ。なんていうか、それで、はい、まあね、うん、はっきり言うとそれで11年持ったって感じでした。だから、うん、あの坂口さんね、やっぱ天才なんですよ。で、まあ、あの天才とはどういう存在かっていうのは、うん、前、あの前ですね、あのダース・レイダー氏とあのドミオン・ラジオペディアっていうところで、うんうん、あの話しました。でね、あの、まあ、アマデウスっていう映画とか芝居で有名な、はい、まあ、あのボルフガング・アマデウス・モーツァルトであるとか、はいはいはい、であるいはですね、あの、まあ、いろんなところにあのサーフィンの天才ですね、うん、アンディ・アイランズ、アンディ・アイランドかとか、ですね、まあ、いろんな天才についての映画があるんだけど、うんうん、あの天才ってあの、まあ、ほとんどの場合、生きづらくて、うんうん、で本人は生きづらいっていうふうに意識してない場合もあるんだけど、うん、基本あの独力で自立して生活できない、うん、人たちが多いので、あのそれを周り あの単数ないし複数の人間たちがね、うん、サポートするっていう形であの初めて生きていける、うんうん、だから天才っていうのはあの秀才とは違って、うん、まずあの社会性っていう点から見て欠けた存在であるっていう場合が非常に多いんだけど、うんうん、その天才ぶりにあの感染したり鑑みたりする人たちがサポートしてくれるので、うん、あの初めてそれであの前に進めるようになるっていう、うん、でまあ、坂口さんそのものじゃないですか。そうですね。そうだからなんか、うん、まあ僕、まあ、時々ねそういうこと言われてもなんか分かってくれないって逆に思っちゃったりしてたんですよ、うん、みんなそんな言葉で片付けてとかね。だけど宮台さんから言われたら宮台さんから言われたらそうかもしれんなと思って、なんか頑張ろうと思って、なんかすごいね、その言葉はなんか知らないけど、そうで、なんかすごい大丈夫だよっていう感じで言っていただいて、なんかねそれが11年持ったなっていう感じで、多分僕の中で今第2部じゃないけど、あの時にその層の爆発によって多分入信生みたいなのが始まったんですけど、その申請が一つ何かこう落ち着いた温度になって、多分一つ何かこう星のような状態で今動き出してるような感覚が実感があってですね、で多分僕これからそのさらにそれをじゃあ軌道に乗せ、なんか軌道を次は描くようなイメージがあって、なんかすごい不安定だけど、まあ申請としては生まれてるからこう今まではすごいこう軌道じゃなくて不安定な周期でいろいろ動きがあったんだけど、実際にその相図自体がすっごい安定してるんですよ今。え、何自体？あ、相図状態自体が。相図自体が安定してるんです。なるほどね、素晴らしい。もうほとんど寝込むっていう状態がなくて。よかった。だけど、まあ人には会えないっていう洞窟時間っていうみたいな感じがあるんですよ。でその時はなんか本当に今でも、うん、なんか意味が分かってきて、だんだん、うん、で僕の、うんうん、僕その胎児の記憶がすっごく鮮明にあるんですよ、原稿に全部書けるぐらいの、うんうん、で
なんかね、なんか僕が感じたのはその時におそらくかなり意識みたいなのがピンとも早めになんか芽生えたんじゃないかなっていうふうに思ってて、うんうん、でなんか僕のその自分の記憶によるとそのすごい母親をケアしてるんですよね。胎児状態ですごく若くて多分20代で悩んでる母親をケアしてる記憶があって、うん、でなんかその時に僕はいやそんなに悩むならそのなんとなくですけど僕の感覚としては下ろしてもいいしでもそれだと落ち込むから私がこう、まあ、出ないで死んでもいいよみたいな、うん、なんか一番初めの試みたのがその生きてる間に試みたのがなんか、うん、なんとなく命の電話とつながるようないわゆるそのなんか人に対するそのケアっていうかこう語りかけと、うんうん、でその後におそらく自殺を試みてるっていうかしかも笑顔でなんていうかこう恐怖心が僕やっぱないので僕も多分宮台さんと同じように多分、うんうん、そうなっちゃう、うん、刺されても別に怖くないからもうやりますみたいな、うんうん、なんかその恐怖心を完全にカットすることによってこう行動ができるみたいな。それはその幼少の頃からちょっとそういうところがあってなんかそういうのの元になる時間っていうのがそのなんか胎児期に何かあったんじゃないのかなっていう記憶があって僕幼少期の記憶はないんだけど胎児期の記憶がすごくあるんですよね。それが面白いですね。あのほら一般にさあの人間、ね、3歳ぐらいからの記憶を持っている、うんうん、でそれはなぜかっていうとあのまあ、言語ですよね、うんまあ、厳密に言うと言語脳で声帯を使わなくても、まあ、ボディーランゲージとかですね、うんうんまあ、いわゆるハンドトークを含めたですねあの言語的な処理ができるようになると、うん、あのその、まあ、言語を使ってあの記憶をアーカイブス化していく、うん、つまり格納していくのであのその言語があの脳の活動 その多くを占めるようになると、うん基本言語以前の記憶は忘れられていくっていうことになるんですよ。でもあの胎児期の記憶を持ってる人ってねあの調べると、うん、まああの稀にいるということだけれどそうするとやっぱり言語の何て言ったらいいんだろう比重あるいは位置づけが他の人たちと違うんだろうなうん、僕の場合は中に、ね、イメージとしてはウォータートークって感じですかね、うん、水の会話っていうかいわゆる用水場だから、うん、用水場ってイメージとしては 血液なんですよね。血液っていう感覚があってだから顔も見えないわけですよね。相手の女性っていう母親であるっていう認識すらないのでだから僕生まれてからずっと母親は母親だとあんま思ってないんですよ。で今もそうなんですけど、うんうん、少し心配をいつもしてて、うん、で、まあ、だからなおさら父親を父親とも全く見てないんで、うんうん、オイディプスタイムとか全くないんですよ。うん、なんか面白い。そう父親からはもう一言、うん、一秒も僕注意されたことがなくて、これをしちゃダメっていうのを小さい頃から一回見られたことないんですよ、俺。で4歳の時から普通になんか横断歩道じゃなくて普通に車渡ってらったらしくて親父が言うには、うん、だからどうやってそれ身につけたのみたいなことをでも僕の場合はそのほらそうなんか両親の愛が欠如されたとかいうことがないんですよね。そういう感覚がもともとそうじゃないものとして思ってるんで。あのね、坂口さんね、はい、そこはね、多分こういう仮説成り立つかもしれないなと思うんです。で、僕も小さい時から ADHD で、確定診断を受ける、まあ、昔はそういう概念がなかったんだけど、うん、確定診断を受ける際には、小学校時代の通知書を全部持っていくんですよね。うん、僕、6つの小学校行ってるので、うん、全部持っていったんだけど、うん、まあ、大体全部同じ。まず、おっちょこちょい、うん、あの約束や決まりを守れない。自分の言ったことを忘れる。うん不用意な行動が多すぎる、うんでもあの寝はいいからってその言われていて、はいはい、でまあ一度ねあの気に食わない金持ちの子供がいて、うん、で僕学級委員だったんだけどたまたま自習時間になったんで、うん、そいつその日欠席してたので、うん、みんなで襲撃しに行こうって言って、うん、そいつの家まで行ってみんなで石投げたらですね、うん、警察沙汰になったみたいなことが
あったりしましたが、あのね、大体でも ADHD の子供って小さい時ってそういうようなエピソードにことを書かないんだけど、うんうん、だからうちの親もそうだし、大体 ADHD が激しい子供の親は、うん、ちょっとどうやって扱っていいか分かんないから、うんうん、出来合いも、うん、あのネグレクトも、うん、しにくいなるほど、なので距離感があるんですよ。あのそう適度な距離感でそう知ってもらえるんじゃないかと、うんうんうん、で僕なんか言ったりやったりしてもまた始まったよみたいな感じで、うん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 、また始まったよ、そうね、うん、なんかで真に受けて真顔で、うん、あの深刻な顔していやそれはねこうこうこういうことだから、うん、っていうふうに言われないんですよ ね、 そうですね ADHD 系って、ね、うんうんうん、だからそれそれで楽ですよ、ね、そうそうそう、人間って真に受けられると苦しいです、うんうん、なるほどなるほど、そうね、それでなんか褒めたらとんでもないことになるから、うん、だからこう、そんな、そう、同意も絶対しない同意もせず、うん、そうですね、そうだからその前のだからた、まあ、話を戻すとその胎児の時の記憶があって、だからもう、うんうん、もうその時に命の電話っていうのがもう僕行為としてやっていて、でおそらく一番初めに試みたことがその命の電話と自殺がセットになってて、でも子宮にだから17日間ぐらい閉じこもったらしいんですよ。で、うん、母親も多分出す気がなかったと思うんで、うん、多分お互い同意した状態で多分そのまま死産っていう道を選ぼうとしてるような感じっていうか、うん、でなんかそしたら最後多分ちょっとなんか僕の感覚としては母親が無法を犯して暴れ出す、うん、なんか階段をなんかもうとにかく走り回って飛び降りたりしたらしくて、でいわゆる僕おっちょこちょいなんで、うん、あの両手両足で粘ってたんだけどそのまま滑り落ちちゃったみたいな感じで出ちゃって出ちゃってんすよ、うん、なんか、うん、でもなんか面白いな、うつ状態になるとまさにその時になるような気がしてて、僕ずっと背中を丸めた状態で、うん、とんでもなく背中に強い力がかかっちゃうんですけど、すっごい圧力を感じるんですよ。それでその多分その時に感じた多分自分が邪魔者だっていうか、その社会の邪魔者っていうなんかその感覚あるんですかね。それをあのちょっとね面白い、僕は映画批評家なんだけど、うん、あの時々あの触れる、まあ、ちょっと歴史的に面白い現象があるっていうのはですね、はい、1960年代って、うん、まあ、学園闘争とか、うん、まあ、公民権の時代なんですけど、うん、まあ、リベラルの数が吹いた時代とも言いますけど、うん、この時代ってね、枢軸国、日本、ドイツ、うん、イタリアを中心として、体内回帰をモチーフとする作品がたくさん出てくるんですよ。うん、だから日本だったら、若松プロダクションの若松浩二監督、足立正夫監督作品とかですよね。うん、あ、そうなんですか。それ結構その体内記憶の話があるんですか、映画で。でね、いやそうではなくて、うん、体内回帰願望、うん、だからその体内が水、うん、海によって象徴されたり、うん、あの理想化された女に、うん、まあ、象徴されたり、うん、あるいはですね、ちょっとこれは隠喩的な表現としては難解かもしれないけど、うん、あのテロリストとしてですね、至る所で爆弾を爆発させて全てをカオスの海にする、うん、そのカオスの海もやっぱ体内っていうふうな象徴だったりするんですよね。で、まあ、なぜ枢軸国でこれが出てきたのかってことについての、まあ、僕の分析があるんだけど、うん、枢軸国っていうのは、うん、あの旧帝国と違って、うん、あの個人の人権、自己決定、うん、あるいはですね、まあ、個人の試行錯誤で尊厳を獲得するんだっていう発想ってもともとないんですよね、うんうんうん、で日本の国体という概念もそうだけど、あの大いなる精神共同体に、つまりこれがまあ主球的なものです、大いなる精神共同体に包まれた状態、うんうん、これがもともとのユートピア的な状態なのに、うん、そこから押し出されて、世に生を受け、うん、そこで自己と、まあ、個人として、うん、その権利を主張したり他人と当たり合ったり、さまざまな困難を、自分の責任でチャレンジしなきゃいけないっ
ということになって、何か良くないことがあっても、はい、お前がやり方を間違えた、うん、お前の責任やり直せ、うん、みたいに言われることの生きづらさ、うんうん、だからいわゆる僕らが当たり前だと思いがちな人権自己決定自己責任みたいな、うん、この社会の在り方を、うん、明確に生きづらいっていうふうに理解する発想がやっぱり旧枢軸国にあって、たまたま60年代後半で、まあ、審査欲の時代でもあるから、うんうん、資本主義機関がすごく、まあ、ブーミング状態になっていたっていうこともあって、うんうんうん、そういう表現が出てきたのかなって思うと、それでやっぱり質問が出てくるんですけども、うん、まあ、坂口さんはよく鬱になったんですよね、うん、昔はね、うん、本当に重い鬱になられて、はい、でもちろんそれは脳の問題だっていうふうに言ってしまえばおしまいなんだけれど、うん、その体内記憶の話をね今日初めて伺ったので、はい、そうすると脳の機能の話はちょっと横に置くとして、うん、体内にいるのに不用意にも、うん、押し出されてしまったこの世界、うんうん、つまり社会にってことですけど、うん、そのことについてのある種のルサンチマンとか、うん、戻りたいっていうのは、うん、体内に、うん、あるいはまあ抽象的に言えば自分が個人ではない存在としていろんなものと融合しているような状態、うんうん、さっき水っておっしゃってた、そういう水そのもの、あるいは水に浮かぶ何かのような存在に戻りたいって思ってらっしゃったりするっていうことはあります。そうだから そういうことその鬱の時にだんだん、うん、だんだんとそう分かってきたのが、だからもう僕もどうにかしてそれは躁鬱病という病気だと思って捉えるけども、それではうん、それではもう解決できない問題ぐらいまでもうやっぱ 最終的にはこう行くわけですよね、うん、それ以外のことを僕の場合はこう、まあ、ある意味継続的にその創作をするとかいう、うん、自分の日課を作ってとか、ね、うん、その人間の付き合い方とか、うん、全部そういうルールでどうにかしてこう自分を安定させてきたけど、それでも何かにぶつかってるっていうか、うん、そういうものと、うん、だから自分がその時胎児になってるんだっていうことがなんとなく感じた時に、まあそら立てるわけないし、うん、人にも会えないし日光なんか必要ないし、うん、だからなんか逆に言うとね、うつ病に対してそのうつ状態に対してすごく前向きに意味が分かってきたんですよね。だから、うんうんうん、あ、このままでいいんだっていう、たゆたうっていうか、そういう状態を、そうするととんでもない深い古い記憶っていうか、うん、太古の記憶がもう、まあ、もちろんそれを勘違いだといえばそうなんだけど、うん、でも勘違いと思われてもいいのは、僕その時原稿用紙50枚以上書いてるんですよ毎日で、その原稿はもうとても人が読めたものじゃないけど、うん、もうずーっとその、まあ、暗い海をずーっと船でなんか流れてる人間の、うん、まあ、人間らしい人なんですけど、うん、でも自分らしい人間だけど自分でもなくて、うん、でもどうやら男のようなんだけど、うん、そのなんかそういう、まあ、ある意味マッチョ的な女性をなんか個性的になんかするような男性ではないっていうか、なんかまあまあそのなんか微妙な少年のような感じで、うん、で遠くの植物を見るとその植物が持っている植物の何か、うん、植物っていうのもなんか線みたいのを出していて、それが遠くの島の植物たちとこうなんかこう連携を取ってるとか歌ったるようなしてる、そういう、そういう星がカメラを開いてる星がなんか流れていく、あの線を見るといつもそれを思い出すんですけど、あのようななんか空に線がこう植物から出てて、それをなんかねネズミとかは読み取ることができるみたいで、それで流木に乗ってネズミはそのもう一個の島にもうなんか行きたいと思って行ってるシーンとかをずっと書いてるんですよ。で、それもほとんど自動筆記なんだけど、自動筆記といってもシュルアリスムの自動筆記とは多分違うのは、僕が見えてる世界しか書いてないんで、だからはっきりと見えてて、でなんで見えてるのかというと、僕胎児の時のその家の中のリビングルームのその、カーテンの色まで記憶してるんですよね。でそんなわけないわけで、本来なら、だからそのだから僕は体内でなぜか現実が見えたっていう、その体内にとっての現実っていうのは、今僕たちにとっての夢であるとか、あるもう別次元の世界とか、そういうこととなんかちょっと似てるじゃないですかね。
だからなんかそういう状態になってるみたいで、うつ状態っていうのが現実以外のものは全部見えるんですよね、うん、現実だけ見えてない状態で。それね、あのすごく面白いです。今ね、はい、あのですね、あの国立東京博物館ですね、はい、東博で、はい、あのメキシコ展、まあ、要するにあのマヤアステカ展ですよね、テオティア館マヤアステカ展か、はい、っていうのをやっていてね、うん、でまあ、もともと僕、あの、はい、マヤの文明がすごくあの好きだったんで、まあ、いろいろ、はい、あの見てきているんですけれども、はい、あのその文明ってあの世界観的にはなんて言うんだろう、社会実践的なんですよねっていうのは、うん、まずあの全てが難しく言うと生態学的な発想の中で、うん、まあ、分かりやすく言うと、だから森の哲学のようなもの、だから全てが、連関し合っている、あの、まあ、難しく言うと前提づけるものと前提づけられるものの非線形のネットワークが世界の全て、でその中で人間とかいわゆるあの社会を含めた人間の界隈っていうのは、あのゴミみたいにあの小さなもので、で全てが関連し合いながら大きくあの循環している、なので例えばもうあのティオティオ館マヤアステカ通じてあの生贄を捧げる儀式ってやるけれども、うん、これはあの、まあ、アステカはちょっとあの違うけど、まあ、違ったものに変質するんだけど、要はあの喜んで身を捧げる、なぜかというと死は再生につながるっていうふうに、まあ、日本で言えば土に還るとそれが芽吹いて、また森の糧になるんだよみたいな、そうですよね、で、やっぱりね、世界全体がね、あのその意味で言うと、あの分節、そのアティクレイト、分節されない子宮のような形になっているということなんですよね。で、あの、まあ、マヤっていうのは非常に不思議な文明で、あの今、最先端の研究だと、なんと紀元前11世紀から紀元11世紀まで22世紀間続いているんですね。うん、紀ぐらいからって言われてたのが、いや、どうも違うと。あの、まあ、あの紀元前11世紀っていうと、テオティワ館っていうね、少しずれた地域で文明があって、マヤはまだ文明なかったって言われてたのが、実は日本人、発達して、まあ、見つけちゃったんですよね。つまりマヤにも紀元前11世紀から文明があったんでね、この22世紀も続いた文明って実はないんですよ。でエジプトはあるじゃないか、ないんです。エジプトは、ね、古王国時代で中央国、あの新王国時代っていうふうにして、実はぶつ切りになってるんですよね。だからマヤは22世紀間本当に一貫して文明が続いたっていうのはすごいんだけど、あのすごく暑くてじめじめしていて食べるものっていうと、トウモロコシがメインだったんで、いわゆる、ね、収穫物を保存ストックができなかった。だから、著しい階級差っていうのがあの出てこない。エジプトっていうのは要するに王族と神官以外は全員奴隷なんですよね。でも、マヤでは全然違っていて、王族神官、まあ、要するに王族っていうのは神官の代表なんだけど、教育政治って全くなくて、じゃあマヤ歴ってありますよね、マヤのいわゆる細かい暦の計算っていうのをやる。で、これはあのつまり、これが何のためにやるかっていうと、そう、この王や神官の言う通り、種を植え、種をまき、そして、収穫すると、干ばつにも、洪水にも合わないで、ちゃんと収穫できるし、で、物が集まれ、さあ空を見ようっていうと日食が始まったりするっていうね、これを、簡単に言うと統治の道具として使った。だから恐怖ではなくて、わあすごいっていうね、驚きを、もう統治の道具として使った。うわーすごいですね。戦争も非常に少なく、でなおかつね、要するにさっきの生態学的な森の思考の世界観なので、うん、あの絶えずそれをめでるお祭りっていうのをね、万の規模で集まって、つまり1万人なら1万人でものすごい数、年に何回も何回もお祭りをする。だからすごくみんなが、お祭り的につながってる。
っていう、そういう感覚もある。そうすると、わすごい、なるほど、見るとね。いや、やっぱり、メキシコ行った方がいいです。そう、だから僕らは、うん、高口さんの感覚通り、やっぱ間違ってるんですよ。どっかで間違って、だからこんなに生きづらくなってるんだけど、22世紀続いたマヤ文明に学ぶと、いや、本当はどういう社会のあり方がいいのかっていうことが、まあ、よく分かってくるんですね。ですね。なるほど。ちょっと、いや、その喜びが統治の、そのね、まあ、法であるっていうこととかは、もう、まあ、まさにそれもう僕がやり一番やりたいことなんですよね。そうなんです。なのでね、皆さんね、東博にちょっとできたら坂口さんを見ていただきたいんだけど、マヤって、そう、まあ、マヤって11世紀過ぎまで続きますけど、その後、まあ、順次アステカに変わっていくんですよね。でアステカっていうのが、これがね、ちょっとやばくて、まあ、16世紀にコルテスに行って滅ぼされるまでアステカが続くけど、アステカってモチーフのカラーが黒、ブラックなんです。で、しかも、まだまだですね、まあ、彫像ですよね、彫り物とか、壁のいろんな絵とか、非常に怖いものが多いんですよ。つまり、恐れを使って統治してる。なるほど、なるほど。ものって、まず持ちからは赤なんですよ。なるほど。で、全てのですね、彫り物とか彫像とか壁画とか、とにかくめちゃめちゃ可愛いんですよ。で、要するに恐怖の要素、不安の要素を、徹底的に取り除く。だから文字もね、大体動物数種類と人間の数種類の顔と、あと星と、あと植物を組み合わせてるんです。だから日本漢字とよく似てて、辺と作りがあって、表意文字であり、かつ表音文字、つまり意味とか両方とも使えるようになってるみたいな感じなんだけど、それがね、洗練されないんですよ、ずっと。だから中国の漢字ってだんだん洗練されていっちゃうじゃないですか。洗練されないで、ってことはね、ずっと可愛い動物顔があるので、すごいですね。洗練されないってのも僕のテーマですからね。そう、だからそれも、明確に意識してやってることですよね。なるほど。すごいな。ちょっといきなりびっくりしましたね、僕も。だから、いや、それで、本当にその、まあ、2012年の時から始まったのが、いわゆる今、命の電話っていう、僕の09081064666という携帯番号を、まあ、僕一応世界で唯一、ウィキペディアに載ってるんですよね。で何度もウィキペディアからこれは載せられません、プライベートなんでって言って、いや、これはもう僕が本人で書いてて、本人が責任を持って、もうこれはその人民に必要だから頼みますって言ったら通っちゃったんですよ。それで現状は今携帯番号載っても警告にならずに、それでだからで、やっぱ死にたいって検索すると僕のがもう5、6番目に出てくるみたいで、で、上は全部結局厚労省たちの関係者でやってるものだから、まあ繋がらないわけですよね。それこそ盆正月は繋がらないんで、で、僕の場合は自分の普通の携帯電話なんで、まあ大体1日今20件ぐらい。今でも半分は僕のこと知らない人ですから、だからその人たちに大体毎日、だから今だと年間8000から9000人ぐらい電話出てるみたいで、それをずっと時からもう11年目2年目ぐらいに入ってるんで、もうなんか最近もうまずもう声のこのほぼもう建築空間みたいになってて、もう僕建物も建てないんだけど、とりあえず俺に電話かければこの完全なシェルターができていて、で僕声だけ聞き続けてるので、つまり視覚障害者とほぼ同じ状態なんですよね今。
なのでもうその人の声を聞いたら財布の中にいくらあるまで当てれちゃうぐらいなんですよ、うんうん、だからもうそのつまりその人間って声っていうのはやっぱり地面とすごいつながってるんで、はい、なんていうんですかね、地面の音なんですよね、なんていうか、だから、うんうん、その個体の問題じゃないっていうか、うんうん、その人が暮らしている環境と、うんうん、その人が暮らしているその人の周りにいる人たちの足踏みとかまで入ってきちゃうんですよ、うん、その声の中っていうのは、うんうん、だからその親の関係とか仕事場でのちょっと言われ方とか、うんうん、なんか全部それが見えちゃうんですよね。で、うんうん、それをなんか僕の場合どっちかって調律するような感じで、つまりその性格とかじゃないんですね、声っていうのは。で、まあ、人間って僕性格っていうのもほぼないんじゃないかと思ってるんですけど、うんうん、で声っていうのはつまりこうそれでもっと言うとそのいわゆる悩みっていうか辛いような嘆きのような音色の方の声っていうのはほぼもう累計が30パターンぐらいでもう決まってるんですよ。うん、面白い。で喜びっていうのはすっごい今俺が探しても探しても喜びっていうのは無限大に広がってて、うんうん、だからそのそれこそ驚きの方はその、うんもうなんかね、法律っていう概念じゃないんで、うわこんな法律が見つかったみたいな、こんな法が見つかったって毎日こう芽生えてるような感じ、うんうん、だけどその悲しみの方はすごい類型化できて、まあ、もっと言うとすごい捕まえやすいというか管理しやすいんですよ、うんうんうん、だからそこの音をあこの人はあこの音だな、じゃあ統合失調症って言われてるなとかそういうふうに思えちゃうんですよね。この社会では統合失調症って言われてるよねみたいな。あのね、さっき、はい、厚生労働省の役人とか行政側の、ね、命の電話にかけるのと坂口さんにかけるのとどこが違うのか、うん、僕が思うに行政がやってる命の電話に、まあ、担当している方々って、まあ、管理心理もいるし、うん、ボランティアもいるけど基本どうやったら社会の中をうまく生きていけるのかっていうね、やっぱり社会に、うんうんこの戻そうとするような方向性を持っている、うん、少なくとも電話をする人からはそういうふうに感じられます、うん、でもで、ねうん、坂口さんはまあ日本の昔の言葉で言えば歌舞伎ものじゃないですか。つまり、うん、ちょっと おかしいわけ、ちょっとおかしい、うん、つまり社会の中を生きてないんだけどそれが人々の憧れの的になる、うん、つまり、うん、あんなふうに社会の外を生きられたらいいだろうなって、ね、そういう意味での歌舞伎ものでしょ、うん、だから、うん、絶対に社会の中に戻れとか、ねうん、こうすれば社会を生きていけますよみたいなことはね言わないだろうなっていうふうにやっぱ想像できるだろうなって思うんです。であとね、うん、もう一つ、うん、まあLSD ってありますよね。はい、LSD ってさまざまなアナログが合法で、うん、作られまくるので、LSD 体験、うんうん、LSD そのものは非合法でも、うん、アナログを使うと合法に、うん、体験できるような時代がもうずっと続いてるんですけれども、うん、ところでね、いわゆる LSD、まあ、幕殻アルカロイド体験って本当に面白くてね、うん、何が面白いかっていうと視覚変容がつまり あってはならないものが見えちゃうんですよ。ただいわゆる妄想的幻覚ではなくて、例えばですね、換気扇が巨大なゴキブリに見えるとか、うんうんうん、壁のひびがいわゆる巨大なミミズとしてのたうち回ってるように見えるとか、自分 の身体を見ると呼吸に従って骨になったりまた肉がついたりを繰り返すとかっていう風にして、うん、知っているものなんだけれどそこにあってはいけないものが見えてしまうっていうことが起こるんですよね、うんうんうん、で、ね、規範的な意識が強いと、うん、バッドトリップつまり、うん、そうですね、いけないことをやってしまったんだってなるので、うんうんうん、そこでね、いわゆるグラウンディング、着地っていうね、作業が、うんまあ、サポーターによって提供されるんですよね。要するに、ワードプレイがあるので、絶対に一人でやっちゃいけない。ダイビングと同じように、必ずサポーターと二人で、
でその時にサポーターが、いわゆるバトトリップした人に対してやるグラウンディング着地の方法って聴覚なんですよ、目をつぶってください、だから、僕が言われるとすれば、宮台さん目をつぶってくださいと、ね、はいはい、今あのリズムを取ります、机を叩きます、うん、何拍子ですか、3拍子です、4拍子です、じゃあ変拍子を叩きますけど何拍子ですか、4拍子と3拍子の組み合わせでしょうかとかって言ってると、あのだん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 落ち着いてきて、あ、うん、でバッドトリップから、離脱できるんですよね。で、うん、また変なものが見えそうになったら目をつぶる、でいわゆる妄想的幻覚じゃなくないので、目をつぶって何か見えることはないんですよね。で、そこで僕が自分なりにいろいろ考えて、ある結論に達したんですけど、やっぱり視覚っていうのは、感覚の中で一番高度なんだけど、僕たちの社会ってやっぱりすごく視覚ベースで構成されてるんですよ、別にルッキズムだけじゃなくて、ありとあらゆるものが視覚ベースで構成されていて、例えばよくある話じゃないですか、その、人が見えないものがあなたが見えるっていうのは頭がおかしいんだみたいな感じですよね。すごく視覚って社会性を要求されるんですよね。でよく知られているように、もともと生まれつき目が見えない人が、脳の障害を手術で取り除かれて、例えばですね、物心ついてから目が見えるようになる時に、しかし、最初は何も見えないんですよね、包帯を取っても。で、どうして何も見えないのかっていうと、目に見えるものと言葉が結びついてないからなんですよ。で、これはマイクです、はい、これはパソコンです、はい、これはコップですとかっていうふうにして、目に見えるものの輪郭に名前が付けられていくプロセス、つまり簡単に言うとね、視覚ってつまりサイト、アイサイトっていうのはすっごく言語的なんですよね。うん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 、でなので今坂口さんが言った聴覚は地面、土とつながっている、つまり簡単に言うとより本質的、したがって言葉で作られたどうでもいい界隈の、枝葉によって汚されていないっていう感じ、逆にね、素直な言葉がで、はい、逆に言うと言葉として出てくるんですよね。なんか、いや今の話だと僕なんかこの前なんか2回なんか、ね、鳥肌立ったって言われたことがあって、それが出会った瞬間に鳥肌が立ったって言われて、で1人が石垣島で出会った人なんですけど、その人はアワヤスカがもう好きすぎて、メスカルが好きすぎて、メスカルの海に行くんだけど、そしたらアワヤスカにはまっちゃって、じゃあ現地に行かれたんだね、日本じゃできない、ずっと現地に行ってはアワヤスカを飲み続けてる人で、でその人が僕と会ってなぜか鳥肌が立って、でその瞬間に僕はその人に会って、僕って人に会うとその人の中の街みたいなのが見えるんですよ。で人それぞれ思考として僕読んでるんですけど、それをいわゆるその人の中の誰にも侵されてない街があるんですよね。でその街の形状を俺が言って、でその人はさらにぶっ飛んだんだけど、でもう一回は普通のバーだったんだけど、バーに行くといきなり鳥肌が立ったって言って、その人が、で話をするとその人はホピ族のが好きすぎて、ホピ族の中にその住居区の中に入ったら、絶対に入っちゃいけないところに足を踏み入れてしまったらしくて、そのまま拉致されて、で話を聞くと、そこは聖地だったみたいで、その聖地には普通の人間が入ることができないはずなのに、なんで入れたんだっていうことで、そのままその人、そのペヨーテミーティングに参加させられて、半年間そのいわゆるシャーマンとしてそのペヨーテミーティングに、を参加させられて、その最後そのシャーマンの娘と結婚しようと思ったけど、その人が全然タイプじゃなかったので走って逃げてきて、で熊本まで帰ってきて家まで、だけどサードアイが開いちゃってるんで、その物を触るだけでそのものが触られてきた全ての人の記憶みたいなのが蘇ってくるみたいで、
もうこれはやばいと思って、うんうん、太宰府の陰陽師の人に直しに行ってもらったっていう人のとんでもない2人だったんだけど、でどっちともそれがいわゆるそっち系、あのそのサボテン系のやつなんですよね、うん、いわゆる LSD の、 そのまあもっとナチュラルなもので、そうですね、で なんとなくその2人から言われたのが、いやその君自身がそのいわゆる麻薬体になってるっていうか、その、うんうんうん、いわゆるサボテンだってその2人は言うんですよ。そのもう1人は青やすかだし、うんうんうん、お前はペヨってだって言うし、うんうん、だから冗談で俺はもうアイマシッドっていう冗談で言ってたんだけど、うんうんうん、もう1つそのグランディングっていう話でいくと、うん、まず僕に電話してくる人は全員いわゆるバッドトリップしてるんですよね、この現実に、うん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 、現実によってバッドトリップしてて、バッドトリップしてて、そのバッドトリップの言葉がもう死にたいっていう 4文字なんですけど、僕その死にたいっていう言葉を4文字、その4文字を死にたいというふうには受け取ってないんですよ、その言語が、うんうん、でまあ強兵助けてってやつなんですよ。で強兵助けてって言われると僕は同じように目を閉じろって言っちゃうんですよ。で目を閉じてくれって言うと、何がそれで俺が何をするかというと、今何が見えるっていうと、初めはただの真っ暗だって言うんですよ、目を閉じてるから、うん、でも本当にちょっと待って、もう少しゆっくり見てみてって言って、少しだけぼんやり、うん、どっかに光源がないかとか聞いてみるんですよ、うん、ないって、真っ暗だって、じゃあもしかしたら夜かもしれないって、うん、足はどうだ、冷たくないか、何か感じないって言ったら、うん、足は冷たいって言ったりする、うん、でそれはもう裸足なのかって言って、裸足です。で今君は靴下履いてるのって言うと、靴下履いてますって、うん、で今は8月なんだけど、そこは何月って言うと、うん、なんか2月ぐらいとかって、その人の感覚でしかない、うん、ないけど、はい、でその、ま、真っ暗でその歩いて見れるって言ったら、歩いて見れるって、で歩いたらその濡れているって言って、うん、だんだん濡れてきたって、海っぽいって、その先になんかないって言うと、船があるって言うんですよね、うん、で誰も乗ってないって言うと、乗ってないのかな、でも明かりが小さくついているって言うから、近づいてみようかって言って、うんうん、今から行ってみたいと思いますって言ったところで、もう僕の中でグランディングが終わってるんで、うんうん、それを原稿に書いて俺にすぐ送ってくれって言うんですよ、次は、うんうんうん、で、まあ、いわゆるこれはその現実の世界ではフィクションを書いてる人とちょっと近い方法論なんだけど、うんうん、で僕の中では そうするそうした時に、今死にたいとか何かいろいろなこと考えてるって最後に聞くんですよね、うん、いやそうじゃなくて、その海の先の船の中に人がいるか知りたいっていう、うんうん、でそうするともう状況が変わってるんで、現実から完全に一応離脱できてるんで、もう全部カーテン閉めていいから、そこ外の世界一切見らずに、その、うん、それを鉛筆と紙で書いて、俺に全部写真かなんか撮って送ってくれって言って、そのまま1000枚書いた子もいるんですよ、うんうんうん、だからその時はもう完全にもうそのねグラウンディングできて、まあだからそういう風にすると、うん、まあで僕は結局これまで多分5万人以上それをやってるんですよね、うん、でそれをやった結果、自殺した人が1人だけだったんですよ、うんうん、でそれでその人自殺したのも、最後僕3時間ぐらいかな、僕が書き続けてる2000枚以上の小説があって、それをその人にもう、うん、2日間にかけて3時間ずつ僕読み聞かせてるんですよね。だからもうほぼ僕お経だと思ってて、うんうん、でそれでもう僕の中で唯一判断した、この人は死んだ方がいいっていう人なんていうか、うん、うん、もうこの根性では満足したというか、うんうん、そうだからもう僕が最後許しちゃったんですよ、いいよって。そう、それで本当はスピーカーで俺は見たいって言ったんですよ、スピーカーもしくはそのテレビ電話でその状況を見たいっていう、一人で死ぬと寂しいから、うんうん、だけどそうするとほら教員さんが多分自殺幇助になっちゃうので、うん、多分翌日警察からは電話かかると思いますけど、うん、そういうことの問題ないようにはしたいって言ってくれて、その人は亡くなったんだけど、うんうん、で電話かかって、で翌日に電話かかってきたんですけどね、刑事からも、うんうん、だから刑事も幼少の子供の自殺を見すぎててもうすっごい心がやっぱ傷ついてるんですよ、うん、でその後奥さんが実は
まあ、千葉西警察署でしたけど、それは奥さんもやっぱそれをもらっちゃっている、その状態を、うんうん、で奥さんから命の電話がかかってきたり、あと救急隊員がもう砂袋なのか死体なのかが分かんなくなってきちゃってる人がいて、うん、それは札幌の消防局の消防団員だったけど、だからもう実はね3万人死体を見てる人たちがいるから、うん、なんか僕も、もうむしろもう最近もうそっちまでも入り込みたいっていうか、もうその現場もちゃんと見てあげないと、みんな、うん、みんなが死をもう完全にそっちに放り投げちゃってるんで、うん、まあ、そんな感じとかね、なんかそんな風になってきましたね、もう12年やってると。なるほど。ちょっと僕のね違った角度の、うん、言い換えをしてみたいんですけどね、うん、さっきの冒頭からの体内回帰の話とかマヤ文明の話とかとも関係します、うん、はい、僕の社会って、うん、感覚を制約することで初めて生きられるものなんですよ、うん、つまり、うん、見えるものはこれ、うん、ね、あれは見えませんみたいにして、うんうんうん、ちょっと、まあ、社会的な言葉が許される範囲でしか資格の使い方って許容されていない、うん、で資格は完全に優位になっていて、他の感覚はその下の方に置かれている。で、うん、見て窮屈なんですよ、うん、でもう一度言うと、僕たちはもともと感覚、視覚だけじゃなくていろんな感覚をいろんなところに開けるものだし、うん、さっきのメスカリンとかマシロシピンとかガルカロイド、まあ、これ全部植物性なんだけど、なんかこの植物的なものを体に入れると、うん、僕たちが社会的に制約されちゃった感覚の外に出ることができたりする、うんうん、でもこれだからもともと僕たちはそういうふうな身体や脳の働きを持っているものを無理やり鋳型にはめて、うん、社会的働きの外に出ないように感覚を制約したんだなっていうふうに思われるんですよね。で本当はお祭り、まあ、祝祭も昔は、うん、さっきの薬物と同じようにして感覚を制約から解き放つっていう役割あったんだけど、うん、今そういうのは、まあ、ほぼほぼなくなっちゃってて、うんうんうん、音楽のフェスと同じように、まあ、あらかじめ登録されていて、ではい終わりました、それみんなぞろぞろその整列して帰っていくような、そういう、まあ、フジロックでさえそういうものですよね、うんうん、というふうになっていて、で我々は感覚を制約されていて、であるいは制約の外に解き放たれているように見えても、ここでこの枠の中でだったらいいですよっていうふうにして、うんうん、枠作られた解放になっちゃってる。で結局ですね、なぜそうなったのかというと、やっぱりそれはね、うん、産業革命の、まあ、後期以降ですね、重工業化都市化によって、うん、社会は複雑になって、まあ、資本主義、民主主義、まあ、いろんな我々が今知ってるシステムを回さなきゃいけなくなった。うん、で、それは回すための、その障害にならない範囲でしか生存を許されない。あるいはシステムを回す側から見ると、うん、あるいはシステムから見ると、そのシステムを回す道具として機能する人しか、あるいは人のあり方しか認められないようにやっぱりなってるんですよね、うんうんうん、で坂口さんは一貫してそれにやっぱり抵抗しておられた、ね、うん、それでは別にそういうふうにして感覚を制約され閉じ込められた、こんな世界で生きててもしょうがないという思う人たちは、それでもなぜかこの社会を生きている坂口さんっていうね、うん、得意点みたいな存在に、うん、やはりなんか明るい光を見るっていうことがあるんだろうなって思うんですよね。うん、でさっきマヤの話をしました。でこれは生態学的法で世界は一つなんですよね。で一つっていうことは、どっかに世界の外に神様がいるわけじゃない。でも、うん、ユダヤキリスト教っていうのは世界の外に神様がいる。うんうんうん、で神様だけは神秘的で不思議な存在だけど、神様が作った世界、つまり人の世は完全に普通、つまり法が支配したり、あるいは人の社会的に許容された枠の中でいろんなものが、はい、これは犯罪です、これは不道徳、これは道徳ですみたいにして位置づけられるような、そういうものになった。だからこのユダヤキリスト教的なものっていうのは僕らのね、社会の今事実上母体になっているんだけれど、これってやっぱりもともと感覚を制約する、つまり、うん、感覚飛ばしていいのは天の遠くにいる
神様みたいな、うん、そっちに飛ばすのはいいけど、今皆さんが生きているここにいろんな妖精がいるとか精霊がいるとかっていうふうにには見えてしまってはいけません、うん、そうしてやっぱりすごく閉ざすんですよね。で、これが、うん、まあ坂口さんあるいは、ま、あの妖精の電話にたけてくる人だけじゃなくて、うん、僕にとってはやっぱりすごく生きづらいんですよね。だからとにかく、うんうん、僕もある種の体内回帰願望がやっぱり非常に強くて、で昔は、うんうん、ある種あの新左翼運動的なもの、うん、あるいはね天皇主義的なもの、これ全部体内回帰的なものを意味するわけだけれども、うんうん、そういうものを意味して、意味してかそういうものに端的していた時期があったけど、うん、そこからは、あの、僕の場合は女ですね。うんうん、うん。で、まあ、あの、それはナンパ師だったってこととはちょっと別の話で、うん、あの、基本、あの、すべての、だから、輪郭を、自分の輪郭を、うん、あるいは社会が重要だみたいな思いを、うん、すべて、忘れさせてくれるような、うん、恋愛的、恋愛的な相手はいないかなっていうふうに、うん、あの探すということにつながったんですよね。なるほど。まあ僕自身もね、僕、はい、嫁さん以外にやっぱり、うん、あの、オフィシャルな彼女もいますからね。うん。僕もそうかもしれないですね。うん。紹介しに行きましたもんね、嫁さんに。うん。そうそう。だけど、まあ、その時すごいね、みんなでそういう話しましたね。そういう本当に、うん、でも今は何年かあのね、だから本当に嫁さんにそういう話をしたのは素晴らしいことでね、うん、だから性愛ってあの、うん、社会のやっぱ外側なんですよね、うん、社会って輪郭みたいなのでいわゆる常識や法や何やかんやの枠の中で営まなきゃいけないけれども、うん、性愛はもともとお祭りと同じで、うん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 、外に出るためのツール、あるいは外に出る、うん、外という時空そのものだったりするわけだから、うん、その社会の外にある性愛の時空の本質を知っている人は、うん、社会の方では、うん、それは重婚ですとか、それは不倫ですとか、なんだかんだ、うんうん、その通りですが、それが何かっていう話ですね。そうそうそうね。うん。うん。今は若い人たち本当に感情めちゃめちゃ劣化しつつあって、うん、いや今もやばいですよね本当。やばいやばい。あのテンプレートでしか見れないんですよ。自分もテンプレートになってて、人目も全部テンプレートになってて、うん、でキャラクターとテンプレート結びつけて、あの、うん、これがデートですねとか。うんうん、イケメンですか、イケメンじゃないんですか、可愛い、要するに簡単に言うと社会の枠の中に全部性愛が登録されちゃってるんですよ ね、 なるほどね。だから昔は佐藤さん違ったよね。例えば友達に、うん、あなたの好みはどんなあの男が好みなの、私の好みなのはね、なんだって言ってて、でも実際に恋愛して駆け落ちしちゃったりするような相手って全然好みと違うじゃんみたいなことが、うん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 、あったんですよね。てかむしろそれが普通で、うんうんうん、だから恋に落ちるっていうのは、だから落ちるっていう言い方をするぐらい、英語でもそうですけれど、うん、基本そういう社会のカテゴリーとテンプレートの外側に滑り落ちることなんですよね、うんうん、そういうことがなくて、いつまでも社会の物差しで、性愛も考える、音楽も考える、うん、だから生きづらい。うん、残念だけど、まあもう過去30年ですね、あの、まあ、登校拒否、不登校、そして引きこもりっていうのはずっと続いてるし、引きこもりし、あるいは孤独死もものすごい続いていて、うんうんうん、もうこれ大体全部8割から9割男なんですよね。なるほどね。そうですね。まあ今は僕のところも10歳から来ますね、電話はね。10歳から来ます。まあそれはもうほとんど夫婦関係が元となってむちゃくちゃになってるけど、うん、もうその時もうそこではもう僕はもうとにかくちょっとあのそれはちょっと父親と母親じゃないから、
ちょっと新しく作っていこうぜっていう会話もしていくしかないんですよ。そうそう。で、とにかく毎日連絡していいから、うん、もう俺結構今もう10人ぐらいいるんですよね。今毎日連絡が来る人が、うん、まあある人はもうその10歳で、ある人はその嫁と子供が突然いなくなって独り身になってしまった人の俺嫁さん役してるんですよ。うん、そう。あ、だからある人はもう男なんだけど俺が女役で女人役やってるとか、もう俺が 女型で女にさせてあげたりとか、もう何でもやってるんですけど、もう何でも嫌なんだけど、大体ね、その相方になるっていう感じですね。まあ AI っぽいんですけど、僕のやってることが。そう、だから、そのなんかこう、まあまあ、一人、でもね、そういう人たちも、もう、僕の結論は、僕が自分でやばいと思ってるのは、僕と触れると全員死んでないっていう。49,999 人がその後に死んだパターンとかはあるんですよ。あとは、あと、なんか死にたいやつを殺すやつらがいるじゃないですか。うん。ああいう事件に巻き込まれて警察に僕事情聴取されたこともあるんだけど、その前に僕は助けてたんで。うん。うんうん、だから、最終的には亡くなってしまった方もいるけど、その電話した直後、周辺3日ぐらいは絶対に死なないんですよね。うんうんうん、だからもうそういう意味でもう頼むからもう俺を使えってもうみんなにもとにかく今はより思ってて、うん、もう眠れないならもう本当に俺もう新幹線乗って寝かせに行こうかなと思ってるぐらいで、うん、でこの今年に入ってからですね、僕のその30年僕を針をしてくれてた15歳から、うんうん、僕の師匠が亡くなって、亡くなる、でその人はもう本当病院嫌いで有名だったから、まあ、一回救急車で運ばれないと事件性になっちゃうんで、救急車で運ばれた以外はずっと家で看病されて亡くなったんだけど、うん、でその時にそのお前がもうその針をその俺 やらせてもらって、そしたらなんかすごく気持ちいいって言ってくれて、その瞬間に、うん、あ俺今年から人に触れ始めるんだっていう風に思ったんですよ。はいはい、でそれまではもう電話だけでやってたんで、声で、うんうん、でなんか最近は僕爪楊枝で僕やるんですよね。爪楊枝で背中の脊髄のところをツンツンツンってただ上から皮膚の上からやるだけなんだけど、うんうん、それでやっぱりまあその実験今してるんだけどな、85歳で本当にもう歩けなくても死にたいって言って人もやるとやっぱりすぐ歩くんですよね。うんうん、それでまあ僕自身は一応30年間練習ね、してきたから、その素人じゃないと思うけど、まあこれは免許もいらないから、しかもお前お金も取らないんだし、うん、何にもないから、ただ自由にできるよって言われて、最高ですねとか言って、うんうん、で、今年からその治療院をもう始めようと思って、そう、だからもうちょっと、つまり触れると、もともとはもう僕すぐセックスしちゃうんで、うんうん、そうすると、その、まあ、ちょっといろいろ問題になるかなと思って、一応家庭内でもその触れないっていうのをテーマにやってたんですけど、うんうんうん、まあ、僕自身もなんか一応そのある程度こう今はちゃんとこうなんかセックスをとんでもなくこうむちゃくちゃにできる人がいながら、家庭も家庭で一応収まってきたんで、なんとなく今こうその性欲がいい感じでこうもう生き生きとできる状態だから、別によそにはちょっとそんなに行かなくても済んでるっていう状態で、自分の中で多分コントロールができるようになったのかなと思って、うん、それでなんとなくね、ちょっと危ないんだけど、なんか自分の中で危ないと思っちゃってるんですよ、それを触れ始めると、うん、いわゆるこう、まあ、みんなが思うところのいわゆる競争なんじゃないとか、その宗教的なものとかと何か近しいような感じがしてて、うん、なんか自分でも別に自分は恐れてるわけじゃないし、なんか僕はどんなにやってもそういう風にならないのは、多分お金も何もいらないし、その人たちから、うん、あと僕オーガニゼーションを作るつもりが全くゼロなんで、うん、その僕自身がそのこの10年間でやったのは、ちゃんと自分の法人を自分で作って、その全ての著作権を僕法人に投げ飛ばしてるんで、つまり妻がコントロールできるんですよね、うん、なんかそういう感じで この10年間っていうのは、多分ある程度自分がこう完全自由で、とにかく人を、うん、困った人をすぐ新幹線で迎えに行って、すぐ一人一人助けられるような環境づくりをしてたんじゃないかなっていうので、僕のイメージとしては2025年ぐらいにやっぱり革命を起こしてるんですよ、やっぱり僕自身が。やっぱりそのそれは別にその抵抗、新政府に抵抗してるんじゃなくて、
うん、あ現政府に抵抗してるんじゃなくて、やっぱりすっごく優しくて、もう腹抱えて笑えるんだけど、やっぱりこうちゃんとその自分の中ではこうかなり明確なレジスタンスとしてやってる感じがあって、うん、それそのなんかドキドキ感と武者震いと恐怖心とかそういうのがちょっとあったんでしょうね。だから多分宮台さんにここら辺で一回ちゃんと自分の考えと多分覚悟と、もうほとんど僕命のまずあれはもう全く放り投げてるんで、まあもう死はもうほとんど厭わない状態でいるんですよね、今の感覚としては。なるほど、あのね、だから本気でちょっとマジで本気でやろうっていうのが、そのもうこの社会が崩れてるのはもう全員自覚してる状態だと思うんで、うん、でもまだ何か恐怖心を植え付けられてるから、うん、どうやったらそれがこう現実的かっていうのを、まあ実際にこのね革命の手ほどきをちょっと今日はねいろんな話を聞けたらななんて思ってるんですけど、あのね、はい、前段の方でおっしゃったことがねとても興味深い、あの宮崎駿のね最新作君たちはどう生きるかとも常に、はいはい部分があります、うんうん、あのまずだから抽象的に言うとね、あのさっき言ったように人はカテゴリーとテンプレートの中に閉ざされているわけだよ、うんうん、だからあの自分の目の前にいるこれが母これが父なんていうような不幸だというふうになる、うん、でところでね、あの坂口さんはそのねレイ・ブラッドベリの火星年代記のエピソードの中にあるけど、人が見たいものをそこに、はい、ね見つけることができるような、まあ、鏡みたいになるわけですよ。だから、うん、女になったり男になったり母になったり、うん、父になったりすることができるっていうね、うん、だからそのカテゴリーとテンプレートの一つに自由自在に出ることができる存在なんですよね。だからそれが、うん、あのその社会の中に閉ざされた人ではない坂口さんが、うん、その救いの光になるということの意味だと思うんですね、うんうん、でところでね、あの君たちはどう生きるかっていうアニメはね、まあ昔 の、うん、あの数年前のテネットと同じで、あの謎解き当てはめ、引用解読、動画ばっかりでしょ、うん、で見てあのまた始まったぜって出生するわけだけれど、うん、あの宮崎さんの やりたいことはそんな謎解きじゃないんですよ。で、うん、あの作品はね、あのルイス・キャロルの、まあ、数学者ルイス・キャロルの、うん、なんだっけ、あの不思議な国のアリス、アリス・イン・ワンダーランドと同じで、はい、穴に落ちてデタラメを経験して、うん、で、うん、穴から出てきて、ああ夢だったのか、なんだ夢かと思ってみたら穴はありましたっていうね、その話と構造が全く同じで、結局、うん、デタラメを経験して、でその中に長くそのデタラメ世界にいることで、この世界が非常に制約されて閉ざされたものだってことに気づく、うん、もっと言うと、うんうんうん、あのそれに気づかず、まあ、キャラクターとキャラとテンプレに閉ざされた人たちだらけ、うん、見えるものだけが世界だと思っている、うんうん、ほんまだらけで、もともとね、あの科学、あのサイエンティフィック、あの科学的に言えば、あの生態学的全体性っていうのはもともと宇宙大、つまり宇宙全体、世界全体なんですよね。例えば僕たちがここにいるのも、ね、うん、少なくとも6回の大絶滅の末で、その大絶滅の大半は全球凍結っていう、まあ、氷河期によって訪れていて、でその多くはあの矮小銀河とかね、暗黒星雲に僕らの太陽系のが突っ込んだってことによって、太陽系っていうか僕らの太陽系がある銀河の界隈が突っ込んだっていうことによって、まあ、成り立っている。そう考えると、うん、僕たちがここにいるっていうことと、そういった天体の分布ってめっちゃ関係してたりするだけだけど、うん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 、そんなの実は科学を少し勉強するだけで分かるんだけれど、そういう勉強は学校で教わってない。で生態学あるいは生態系っていうと、あのエコロジー自然音大切みたいに考えられてしまう、うん、でもあのいわゆる生態学的な全体性イコール宇宙という観点からすると、大絶滅がなければ、うん、例えばね6600万年前の、うん、あのメキシコ湾への隕石の衝突による恐竜の絶滅、あるいは宮崎恐竜の絶滅がなければ、うん、僕らの今の生態系はないし、うん、人類もいないわけじゃないですか、うん、だからそこでは死も生も
等価なんですよね、うん、死が生を支え、生が死を支え、ぐる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 回ってるというのは、うん、その単にマヤ暦の固有文明ということではなくて、うん、と世界学的な思考をすればそうなっているということは当たり前で、宮崎さんはやっぱりそこにあのやっぱ注目している世界はデタラメ、うん、まあ、こんがらがったあの本当に全体性なんだけど、そのほとんどが見えなくて、あの氷山の一部、うん、あの上の1割だけしか見えないみたいにして一部だけが見えている、うん、ところが多くの人はそれが世界だと思ってる、見えるのが世界だと思ってる、うん、でその見えるものっていうのは言語に拘束された社会的なその、まあ、キャラ&テンプレの、うん、テンプレートの牢獄の中にいる人だし、うん、ですっていう風なあの閉ざされの外を指し示す、指し示すというかですね、切り開く坂口さんはやっぱり光であると同時に、うん、あの大げさではなくてやっぱりすごく革命的な営みをしていると思います。うん、だけど宮崎さんは、まあ、今日は詳しくは言わないけど、うん、あのデビュー作のナウシカから一貫して、うん、今僕が申し上げたようなモチーフを展開しているんだけど、なぜか、うん、あの親も子供もみんな楽しめる物語作り手の名手みたいな、あのそういう、まあ、これもテンプレですけどの扱いのように書かれて、うん、その時からに対して宮崎さんはその自分自身の不甲斐なさも含めてすごい怒っていて、すごいじゃないんだよ、うん、見えるものだけが世界だと思ってるお前は何者なんだっていうふうに考えている。だから、うん、母は母だと思えばそれは母、母だと名乗る、うん、人がそれを母だと呼ぶものが母だっていうのは馬鹿げている。だからそのメッセージをね、坂口さんがお伝えになっているだけでものすごい革命的なんですよ。で、うんうんうん、あの僕なんかは坂口さんのようななんていうんだろう、詩人的才能がないんで、まあしょうがなくてあのロゴスを使って喋ってるけど、坂口さんのやってらっしゃることは僕のやりたいことと本当に同じ、あの、うんうんうん、同じ方向性を向いてるなっていうふうに、うんうん、もう、うん、だから見えるものだけ見てんじゃねえよ。だから視覚ってね、視覚、うん、アイサイトの視覚ってやっぱり よくないんですよ。そうね、うん、で実際見えるってことだと思っちゃう。だから視覚っていう概念が狭いって思っちゃいますよね。もっと見るってもっと違うから、うん、それこそまぶたを閉じても見えるわけだから、うん、そのことが閉じてるって感じですよね。視覚自体が、うん、なんか僕が、うん、あの最近僕はパステル画っていうので、まあ、風景画を描いてるんですけど、うん、と同時に僕はその水彩画で僕の頭の中の思考都市も描いてるんですよ。へー、思考としね、だからどっちも視覚なんですよね、僕の中では。だけどそれは具象と抽象って言われてるんですよね、うんうんうん、風景の方は具象画で、まぶたの方は抽象画で、僕の場合逆、うん、どっちその言葉を使うんであれば逆なんですよ。僕にとっての具象が思考としであって、うん、それが現実で切片で見える抽象が風景画っていうか、うんうん、だけど本当の具象、自分の中の具体的なものっていうと、やっぱり本当に自分が見えるものっていう意味で具体的なものっていうのが全部言葉にならないんですよね、やっぱり。わかります。で、うんうんうん、どうぞ、うん、いや命の電話ってまさにそこをちゃんと自分のランゲージで伝えるっていうのができれば絶対一瞬で終わるんですよ。だから、うんうんうん、まあ、その時にその、まあ、あのいわゆるもうほとんどそのいわゆるそれこそロゴスが使えないんだけど、やっぱミュージカルロゴスなんですよね、うんうん、やっぱりミュージックがないとダメで、うん、リズムがないとダメで、うん、そのなんていうんですかね、もうほとんどね、僕がその電話でこう死にたい苦しいとか言うじゃないですか、うん、それ全部僕右でメモってるんですよね、うんうんうん、そしてその後にこうやって死にたい苦しい母親から虐待され、うん、って言うと、もうその人の嘆きの電話が全然変わるじゃないですか、言葉が、うん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 、その人聞きながら泣いちゃってるんですよ、自分の嘆いた言葉で、うん、体も振ってみたけど
エッジの時言ったことないみたいな、うん、だからそういう風になんかこうねピュッてこうスライド音楽が鳴るとふわってスライドするから、まあそれは、うん、まあ本当に僕が何でも屋でよかったなというか、うん、だけど何でも屋ってなんで何でも屋なんだろう俺と思ったら、その、うん、僕はそれでなんかレヴィストロースのその悲しき熱帯の、うん、あの下巻がすごい好きでずっと読んでるんですけど、はい、うん、その下巻の中にその気前の良さっていうのを書いてて、うん、その族長っていうのは、うん、気前がいい、うん、で器用だっていうのは精神的な気前がいいことだっていう、うん、技術的な気前がいいこと、はい、でつまりその、まあ、総称すると気前がいいってことなんだと、で何でもできるっていうのは気前がいいっていうことだと、うん、で気前がいいってやつの唯一の職業が族長なんだっていうふうに僕は読み取ったんですけど、うん、でああちょっと自分のなんか憧れの職業って全然ないやつ、何でもまあ適当にやるのが好きで、僕はほらね、じゃあどれ一貫性持ちなさいとか、なんか他のことやらないでっていつも中途半端中途半端って言われてたから、うん、中途半端どころか俺は楽しいんだけど、うん、私楽しくないからちょっと離れてみたいな感じで、僕はその一切そういう攻撃も受けずに育ってたから、多分まあみんなは多分それを強制されてしまってるんですよね、うん、ほとんどの人が、うん、僕いまだに9歳の時に好きですって言おうとしたけど、引っ越したまま離れ離れになった女の子に、あのこの前、30年ぶりぐらいに会いに行って、はい、そメル友になってもらえませんかって言って、うん、未だにずーっと毎日書いた絵と詩と文章を送ってんですけど、うん、それででもその人が、教訓はその9歳の時から何にも変わってない、1ミリも変わってないって言ってくれたんですよ、うん、洗練だけされているって言われて、うん、本当ですかって言って、で、うん、もうそれだけを頼りに僕、あとは小学校1年生の時に僕にその命のおかわりはありませんっていう言ってくれた 1年2組の担任の佐藤紀子先生っていう人に会いに行って、うん、で先生の命のおかわりはありませんっていう言葉をそのまま全て受け取って、今は命の電話をずっとやってますと、うん、じゃあその時は意味が分からなかったけど、なんか忘れてはいけない言葉のような気がしたからって言って、うん、でそしたらその先生も僕のお母さんも僕の兄弟のことの細部も全部覚えてくれてて、うんうん、教訓は本当に何も変わらず今もそうやってやってるんだねっていう風に、そう、ウサギが亡くなって男の子がバカにした時に、なんかこう、あなたはすっごく怒ったもんねっていう風に、うん、なんか言われて、なんかね、な、まあまあ僕がやってるのって別にそんなに知性でやってるわけじゃないんでね、本当の素直な気持ちなんですよね、本当の素直な気持ちしかも通じないから、死にそうな人っていうのは。だから、あのね、知性っていう言葉をね、はい、どう使うかっていうことだと思います。はい、でね、あの、悲しき熱帯 のレヴィ・ストロースは、はい、あの、まあ、僕たちは当時未開人って呼んでいた、あの、その彼らの知性を、うんうん、あの、ブリコラージュって呼んでますよね。ブリコラージュっていうのは、うん、あの、要するに、あの、あるものを継ぎはぎをする、簡単に言うとないものを探し嘆くんじゃなくて、あるものを、うんうん、その意外な仕方と組み合わせて、うんうん、何か、意味のある、つまり有効なものを作ってしまうっていうことがある、うんうん、だから気前の良さっていうのは、あの、うん、簡単に言うと何でもあり、ね、何でもあり、うんうん、で、しかし目的を達することができるっていうところにある、うん、だからその意味ではね、坂口さんが ある種節操もなく何にでもなる、うん、何でもやるっていうのは、うん、そういう意味で、あの、まあ、レヴィ・ストロースが言う意味でもね、あの、うん、もともとの人の人類 の人類学的な知性のあり方ですよね、うん、だからなんかブリコラ、はい、どうぞ。あれですね、だから何でもできるおかげで何が分かるかというと、あの、僕が出会ったらその人が何をすれば一瞬で分かるんですよ。ほうほうほう、うん、その人の適材適所が僕は多分世界で一番多分誰よりも分かると思うんですよ。しかもこれどんだけ自慢しても自慢にならないというか、うん、だってその人の特性が分かるんだから、うん、その人がただ生き生きするだけじゃないですか、なんていうかね、うん、で僕はそこからあの仲介料 1回も取ったことないんですよね。
つまり僕自分の経済が完璧できる人間なので、事務も経理も僕自分の法人作って、うん、まあ、年収もそれこそ5000万あるんですよ。だからもう何にもいらないから、もういくら足りないかしか聞かないんですよ、その人たちに。でしかも速攻で30万振り込めるんですよ、シングルマザー、はい、わかりました、30万って、ただ僕は、ね、お金をくれって言った人には一回も振り込んだことなくてそういうことじゃないだろうっていう、真面目にちゃんと死と向き合って悩んでたら支えたくなるっていう感じでやってて、だけどなんかそういうそのなんかね、もう別になんていうかこう、金がないなら俺んち来て飯食ってりゃいいのにっていうのがなんでできないのかが分かんないし、俺はなんでできないのかっていうので社会に対して怒るんじゃなくて、全然余裕でできますっていうのを見せつけたいんですよね、みんなに。超余裕でできますっていうか、お前らがなんか焦って、でも人は心配だけど、うちはうちで守らなきゃとか言ってるとこ横でボーンって全部蹴り飛ばして、はい余裕でできます、みんなでご飯食べてますここでっていう感じでなんかやりたいっていうの、まあやってきたんだけど、でもそうですね、だけどなんかある実効性を持ってきてるなっていう実感もあるんですよ、単純に。今まではバカにされてたけど、もうもはや誰もバカにしてないっていうか、熊本市長なんかも普通に業務委託したいって言い出して、いや僕をまた公金で囲うなって言って1円もいらないし全部協力してあげるからって、あなたたちでやりなさいって、社会福あの精神福祉士をちゃんと年収300万から400万をきちっと払ってあげて、何百人も雇ってあげて、一人も自殺者が出ない街を作ったら一瞬で世界一の街になるのに、なんでお前らはやらないんだって、なんて政治的なその能力がないんだって思っちゃうんですよ。僕が政治家なら一瞬でそんな街になるよって、誰も文句言わないよって。多分でもね、熊本市長素晴らしいと思いません？いやいや、そうそうです、熊本市長は僕を受け入れてくれてるんで。でもそれすごいと思う。すごいですよ、可能性はありますよ。だから宇津明に一番初め DM くれるの大西市長なんですよ。うん、いや、うん、今回京平くんが死んだらもうどうしようかと思ったって言ってくれて、すごいな。あのね、僕、はい、あの適材適所がすぐ分かるんだよね、はい、おっしゃったでしょ。でこれも、はい、やっぱりあの ルリコラージュ的な知性なんですよね。で、うんうん、坂口さんは坂口さんの生というかリビングを営んでいる、うん、坂口さんの、まあ、人生を生きているというそのことによって、うん、他の人がそれこそカテゴリーとテンプレートの枠の中に閉ざされるとすると、坂口さんそうではなくて、うん、物がそこにあると、うん、物の訴えが聞こえるんだな、うん、で人がそこにいると他の人がどう思うかに関係なく、その人のその存在としての訴えが多分聞こえるんですよね。で、いろんな訴えが、これはだから社会っていう枠の外から紡ぎ出されるものだと思うけど、うんうんうん、それを見逃さずに組み合わせ、うん、あるいはそれを何て言うんだろう、うまくこう配置、つまりあなたはここにいればいいみたいなね、うん、ことを言えるっていうことだろうなって思うんですよね。でただ、うんうん、さっきの大西市長すごいですね、そういう人がね、もし今の3倍4倍いれば、うん、日本って相当素晴らしい社会になると思いますよ。そうですよね。残念だと坂口さんのおっしゃっていることの意味が、うん、今の段階だとまだ多くの人に分かってもらえないということがあるよね、うんうんうん、そうですね、まあ、だからといって僕が政治家になればいいわけじゃないじゃないですか、うん、そうです。時間は僕はこの状態で僕はいなきゃいけないし、てかなんなら、うん、人がやらないんであればもう僕がここで政府を作るよっていうのがやっぱあの時の新政府だったんで、そうだ、ね、うん、やっぱり未だにその新政府は結局10年11年経験を積んだっていうことで、まだ何にもそのあれはただ僕の妄言じゃなかったんだっていう意識がやっぱすごい強いので、うん、なんかそう、本当に俺は新政府を作って総理大臣としてやっぱりやってるのかもしれないって最近は思うようになったんですよね。思います。でね、その逆方向、つまりね、坂口恭平さんは本当はね、テレビだな、テレビとかに出られたらインパクトあるよね、うん、でもテレビに
せない、出せない、なぜ理由は、そうなんですね、その MC にしろ、ゲストに、まあ、そのコメンテーターにしろ、坂口さんに全く対応ができないわけ。そうなんです、どういうふうに問答していいかさえわからないわけだよね。僕と宮台さん対談だったらいいですよね。だったら多分大丈夫だと思うけど。だけど多分ね、それは僕はもう、いや僕 NHK スペシャルも、1時間半ぐらい特集したいっていうことにもなってたんですよ。ほうほうほう。だけどやっぱりその、うん、僕が今まで経験した結果は、うん、僕の目の動向が映る場合は多分もうね、上が OK しないみたいですよね。自分の経験上もう多分分かるっていう、危ないっていう、うん、だから違うのは分かるんですよ、あの人たちも、うん、だから違うものをやっぱり入れられないんですよ、うん、だからそのまあそう、だからそういうことかなっていう感じでしたね。だからもうテレビで、うーん、テレビでやろうっていう意識が、まあ、僕の中ではないから、やっぱ今全部断ってんですもんね。昨日も来ましたけど、おはよう日本で NHK でやりたいっていうのも、でもやっぱりもうやっても多分なんか俺もなんかすごい不燃焼な感じでつまんない気持ちになるから、ただ会いたいから会いに来るっていうのはいっぱいありますよ。だから会いにだけ来て、どうせお前らその尾崎豊の15の夜すらかけられないんだ、世界にいるんだよねっていう不良を作っちゃいけないもんねみたいな。だから難しいと思うんだけれど、でも出た方がいいですかね。うん、そういう気もする。あの、なぜかっていうね、じゃあ宮台さんとなら僕企画してしてくれたら出たいですよ。わかりました。あのNHK の人も多分聞いてると思うから、うん、ちょっと参考になる事例です。1995年頃に NHK スペシャルでね、はい、あの援助交際特集をやろうという人が立ち上がった、はいはい。で2回ともあの部長会って、つまりトップクラスの人間たちの、うん、で、これは無理ということになった。で、うん、その理由は、もともと僕が1993年に援助交際を紹介する朝日新聞に書いた記事、これはデスクが最初 NG、これは載せられないって言ったのを、うん、まあ、ある記者がですね、本当に徹夜で交渉して、載せさせてくれた。でも、その結果、まあ、実はあの僕のところに取材が殺到して、ネットワークをもう紹介した、まあ、公開しちゃった、まあ、紹介しちゃったんで、その後連日ね、や援助交際の高校生たちがテレビに出て、ブームになるってことになったんだけど、そこでそれが横に置いて、そのね、朝日新聞に載せられない、あるいは N スペダメよっていうふうになっちゃう理由が、3人とも、3回ともですね、全く同じだったんですよ。でそれは、はい、あの人々が不安になってしまうから、うん、皆さんもし不良少女がやっているとか、うん、お金のためにやっている、うん、どうだからっていうことだったらば不安にならない。なるほど、うん、逆にね、ある意味肯定されてしまうとやばいんですよね。だからそうで、あの実際には援助交際 の, その出発点というのは、例えば進学科と普通科が両方ある高校で言えば進学科の子たちが始めてるんだよね、うんうんうん、であるいはあのむしろ、どう言ったらいいだろうな、つまり女の子たちがかっこいいっていうふうに憧れるような子供たち、まあ、高校生たちがやり始めたから、うんうん、もう発的に広がったんですよ。だからもし不良少女がやっていたら、うんうん、貧困女子がやっていたら広がるわけがない、うん、当時はね、うんうん、で、あのだからそれが僕の訴えたいことのポイントだったんです、うんうん、なるほど。これがダメなんだ。あなたの言うことを聞いたら、みんなあの子供がいる親たちは、うちはお金に不自由がない、うんね、うちの子たち、うちの子は周りの子から憧れられている、だから不良にはならない、いやだからそういう子が憧れられているってことのある種のリソースを持っているっていう前提で援助交際するんだよねみたいな話が、うんうん、無理ですっていうふうになって、うん、あの結局あの全部ダメになったのね。でね、うんうん、あの当時に比べるとね、僕意味はね、今ねやっぱりある意味ある視覚視座から見るとあの状況良くなっていると思う。というのは坂口さんがさっきおっしゃったように、うん、まあ、日本はもうダメだなってことを多くの人が分かるようになった。いつ、まあ、東京の失敗とコロナ政策の大失敗で、うん、日本って本当にもうダメなんだってことが分かった。でその証拠に日本はすげえ系の番組って
まあ、あの半減というか3分の1以下に減ったよね。それだけじゃなくて、あのやっぱり日本すげえ系の、まあ、ウヨブタ系書物っていうのも随分減りましたよね。日本すげえとかって言ってるやつは頭の悪さがすげえだけだみたいなこともはっきり分かった。だから僕はもう2015年ぐらいからね、この統計を示しながらね、日本はまあいろんな意味でも終わってると。で、うん、そのいろんな意味っていうのは皆さん、まあ、ツイッターとか見ていただければ分かると思うけど、だからこれはもう長期的に回復の可能性はない、ね、うん、だからあの昔と逆ですよ。みんなが不安になっちゃうからそんな番組はできない。逆だよ、うん、今は不安になってもらわないと困るんだよ。そうですね、これで前に進めると思ってるやつの頭が腐ってるよね。うん、でももう逆に言えば今、いやでもね、うん、NHK の人も毎朝5時から、うん、15分だけ俺に時間くれと、でそこでその公開な、うん、命の電話をやって一言俺が、うん、まあ、みんな朝仕事行く人に向けて、あとは引きこもってる人に向けて、うん、まあ、死ぬなよと、うん、死ぬぐらいだったら0908069666かけろと、うん、それでも俺はもう対応すると、うん、俺朝日新聞に載っちゃった時1日100件来てたんですよ。で俺全部対応したんですよ。もう死ぬかと思ったけど、うんうん、でも死ぬかと思ってても勃起してたっていうか興奮してたんですよね、嬉しくて、はい、うんうん、これはいけると思ってもうなんかもう自分がなんかもう自分が書きたいと思ってる小説の完全なもうメインキャラクターになってて、うん、こりゃ最高だと思ってて、うん、だからなんかそういう状態が毎日訪れたらなんかこの前やっぱイスタンブール行ったら、イスタンブールもやっぱ毎日お祭りな感じだったんですよ、僕からすると。だから何しに、いやもうただ過ごしに行ったんですよ。あ、はいはい、うん、でそこにアヤソフィアっていう世界遺産があって、そこのモザイク画のキリストが俺にただ似てるっていう情報を聞きつけて、そいつと対面してこいって言って行ったら、キリストが俺になんて言ったかというと、お前は肉体を持ってって幸せそうって言ったんですよ俺に。お前は触れられるし人に、俺も今のお前の時代だったらツイッターやってたし、携帯電話でバンバン電話受け取ってたもんって。うん。うん。で、お前は今もう法人で金も持ってし、パンも何も食わせられるし、幸せそうって言われて、俺、そうで、そうなんですよと思って、キリスト様みたいな、うん。俺頑張るんで見といてくださいと思って、そのまま帰ってきましたけど。すごい。キリストが羨ましい、じゃあどうだったって言われて友達に、キリストが羨ましそうに俺を見てたってさ、爆笑しててみんな。うん、俺今どうぞ。クリスチャンでしょ。クリスチャンとして、はい、今の坂口さんの話ってね、二つの意味ですごい正しいんですよね。はい、坂口さん、はい、今ね、はい、見る神の話をしたの、ね、だから見てくれるイエス様っていう話をしたんです、うん、でこれはついこの間あの東京カテドラル大聖堂、マリア大聖堂で、はい、うん、ところで、あの東京カトリック教区の事務局の依頼でちょっと喋ったんですよね、うん、で、うん、あの中級のポイントは、あの私をお救いください、罪を犯しました、うん、犯したけれど、ちゃんと、神様に、それを打ち明けて賛成しました、うん、だから救ってください。で、うん、これはあの残念だけどありえない発想なんですよね。でこれはマックス・ウェーバーという社会学者は、神に取引を持ちかける、うん、罪を犯さなかったので罪を悔い改めたので救ってください。でこれは要するに罪を悔い改めたのになんで救わねえんだよっていう神強制なんですよね、うんうんうん、でこのものはあの旧約聖書を暗記していたイエスには言えない、つまり呼ぶ気ってそういう話なんですよ。私はなんでこの経験が、神を信じるものなのにこんな悪いことばかり、幸い災いばかり与えるんでしょうかみたいな。で、うん、まあだからそういう問答はもともとありえない。神はそういう神じゃなくて、うん、見る神なんですよ。見る神っていう意味はね、要は単純なことで、これは前の教皇ベネディクト16世もちゃんと書いてることだけど、どの世界にも見る神は必須、必ずいる。で私は、うん、あの皆を助けたい、皆のために生きたいと思っている。だから皆を裏切らないように頑張っているけど、うん、弱いのでもうへたれそうです、うん、でもあなたが見ていてくだされば私には奇跡の力が出ますって、これがあの本質的な
あのキリスト教の祈りだよっていう話をまずあのさせていただいたんですよね。で、それとあともう一つね、これやっぱり前の教皇があのちゃんと書いていることなんだけど、あのね、あの短く言うと、よくエデンの園で蛇がそそのかしたのでイブが知恵の木の実を食べましたっていう話があるじゃないですか。それで罰として追い出しました。でこれはでもね、第2章だけ読んでいる、創世記第2章だけで読んでるからそうなる。第1章との兼ね合いで言うとこれありえないんですよ。聞こえますか宮田さん。あれ宮田さん、もしもし、あれ聞こえてますか。聞こえて、あ、ごめんなさい、ちょっとね今電波が悪かった。はい、あのね、ちょっと電話が今ね一回かかっちゃったんですよ、うん、僕のところ。ああ、そうそう、なのでちょっと無視していきますと、あのね、はい、うん、あのどこまで聞こえたかな、あの要するに神はわざと不完全な人間を作った、つまり蛇にわざとそのかす、うん、あ、そうですね、そこの話から、はい、あの神の善悪判断とよく似てるけど、すべて間違った善悪判断をするように人間を作る、うん、で、なんでそんなものを作ったのかっていうと、これが面白いよね。全能な存在が完全な世界を作っても、うん、トートロジーで何の面白さもないよね。だから、自分の全能さを使って、全能の自分でも全く予測できない、不完全で未規定な営みをする人を作った。全能だから何でも作れる。自分が予測できないものを作れるんですよ。じゃあなぜわざわざそんな不完全で未規定なものを作ったのか。ハラハラして見ていたいからって言うんですよね。ハラハラして見ていたいから作った。で、さらに面白いでしょ。あのこれがね、前の教皇が書いてることが面白いんだよ。で、さらにそれだけじゃないですよ。じゃあなぜイエスを送り込んだのか。で、これは神はほら全能の完全な、まあ、絶対者。人間は、うん、あのほぼ無能の不完全な相対者、相対的な存在。だから、うん、存在するあの世界のレイヤーが違うので交流ができないんですよね。話し合えないんですよ。うんうん、ところがある時、うん、この全能の絶対の神はあの相対の不完全な人と話したくなった。だから、うん、ある種トランシーバーのようなものとしてイエスを送り込んだ。だからこの発想すごいなって思うんですけど、つまりこれもね、僕は坂口さん見てるとちょっとイエス的なところがあるなって、うんうん、僕からすると非常にキリスト教的なんですよ。つまり不完全であるがゆえにその不完全さそのものが福音なんだよねっていう感覚がある、うんうんうん、だって完全なものなんてさ、見てても何の面白くもないしさ、そもそも意味もないじゃん。で、僕も、そう、坂口さんもそうだと思うけど、一応めちゃくちゃ不完全だなって思うから、あ、誰かに見ていてもらいたいなって、見ていてくれればちょっと力が出るかもなっていうふうな気持ちにもなるし、あの、うん、ある意味あの不完全であるがゆえにちょっとデタラメな、あの見てらんないような人と話したくなる、うん、おいおいちょっと俺と話せないかっていうふうに言いたくなるっていう感じ、うん、だからそういう意味で言うと、僕がこの間あの東京カテドラル、あのマリア大聖堂で話した、うん、話したばっかりなんだけど、その話と僕のイメージの中ではね、坂口さんのその存在のあり方がねすごく重なってるなって思うんですよね。いや本当、まあそうですね、だからキリスト教者の人からは結構連絡来るんですよね。ですよね、うんうんうん、だからそれを読んでると何かその、まあ、僕の行動がそこにこう、うん、刻印されてるように感じるみたいで、うんうん、だからそのなんかそのまあしかもその一応キリスト教者なんでいい感じに盛り上がってもこうベッドインできないっていうこう
うん、いい感じのやらしさもあってね、なんかなかなかにいい感じなんですよね、うん、そういうのもなんか面白いと思ってて、でもなんか、うん、そのあのそれもね面白いでしょ、つまりさ、うん、あのもしベッドインして射精して終わると、うん、それではい、うん、フィニッシュなんですよ。フィニッシュってあんまり良くなくて、うん、ね、そうそうそう、フィニッシュした後人は多くの場合例えば賢者モードになってくる、うん、なんでこんなやつとしちゃったんだろうなってなったりするんでしょ、うん、その意味で、うん、あの未完で終わるっていうのは、そうですね、とても健康です。ですよね。僕だから挿入っていうのはしないんですよ。で僕指がすごいいい、うん、いい感じみたいで、うん、僕が指で大体ね6回ぐらい行かせるんですよね、女の子、うんうん、それで、僕は挿入もしないで終わるっていうのが大体僕の最近のセックスですね。最高の僕にとっての、うん、どうでもいいんですけど。セックスの話はね、うちの子供たち3人があのね聞いてんだよね、俺の。ですよね。ですよね。ですよね。本当はしたいですよね。本当はしたいです、ね。本当はしたいと思いますが。したいですよね。はい、ちょっとセックスはセックスでまた今度、ちょっとクローズドでやりましょう。そうですね。本当にその方がいいと思いますが。ね、あのね、うん、ただ、あの、要するに、あの、総じて言うとね、やっぱりあの、はい、テンプレートって、良くなくて、こうすれば相手が喜ぶはずだ。あのそれだって思い込みじゃない。うん、で、相手の目を見て、あの目を見てって目だけじゃないよね。目、表情、息遣い、うんうんうん、体温、うんうん、どこ、顔、要するに肌の色とかを見て、うん、あの何をすればいいのか、あるいは何が十分で、うん、何が不十分なのかって、それで十分分かるわけだよね。ですところが、うん、アダルト映像みたいなのを見て、今日はこれをやるぞ、みたいな、うん、いわゆるなんとかプレイ系っていうテンプレに持とうとする、やっぱりクズが多いでしょ。うん、そうなんですよね。ね、あの、女の人は、まあ、あの自分が好きな、ね、イケメン君がそれやりたいっていうなら、やってもいいけど、みたいな動機の人が大半で、自分でそれをやりたいと思ってやる、まあ、まあ、やりたいと思ってやる相手の人って、本当に今っていうか、もう過去20年ぐらい、すごい少なくなっちゃったんですよね。だからね、そうですね、やっぱりテンプレを外して、絶えず案内や反応を見ながら、過不足なく、相手が喜ぶことを、幸せになることをやっていくっていう、ね。そうですね。だから僕自身が多分、挿入なしの遊女のような感じで男性も女性も対応してるんですよね。僕は男性に対してはサチっていう人格で対応するんですよ。サチね、うんうん、でサチですって言ってそのもう、うんうん、もう電話なんで女の子の声出せばもう女の子と思ってくれるんで、うん、はい、裸でいます。ああ、なるほど。出せるね。宮台さん、はじめまして。サチです。って言って、なんかまあ、それで対応するんです。で、それでこう、サチとして、その人たちを励ます。うん、だからこう、うん、本当はもう、一人一人僕、まあ、とりあえずはまず日本だと思ってるんで、日本人全員に一人一人面談させてくんないかなと思ってて、俺。うん、もう、それをしたいんですよね、本当は。まあ、健康じゃない人。健康な人は、まあ、とりあえず置いといてっていう。だってその人たちは気持ち分かってくれないから、基本的に僕健康な人に興味がないんでね。だから人間っていうのはあなたが思っているようなものじゃないっていうのを知るには、うん、佐々木おじさんと、うん、あのね、マントゥーは1対1で喋るのが一番いいよね、きっとね。そう、うん、だから自分というものはあなたが思っているようなものじゃないんですよね。うん、だからそれに俺は気づいてほしいから、しかもそれが一瞬で見えちゃうんですよ、僕の場合。それが見えるっていう、僕の中の一番の見えるっていうのは、うん、その人の街が見えるわけで、うん、だからそれがもう、君は人間だと思ってるけど、実は街で、その生命体で、森で、植物で、ミミズだから、うん、その人の鳥とは何かというのを説明できるんだけど、本当は僕は。うん、なんかね、そういうのも。まあでも今のところね13万人僕フォロワーいるんですけど、つまり13万人には全員伝わってる自覚があって、やっぱり僕の国っていうのは多分ね1億2000万人はいないですね。僕の国っていうのはやっぱり13万人、まあ少し多く見積もっても20万人規模の都市国家なんじゃないかなっていう感じで、でそういう都市国家をおそらく日本の中に作ってしまうんだろうなという感じはありますね。よくわかります。
今のね、うん、人数規模の話はとても面白いですよ、はいはい、あのまあ学問的に言うとね、あの、はい、移住の前、まあ、誘導段階では僕たちが、うん、まあ、50人以下を仲間だと思ってきた。だから、うんうん、もう遺伝子的には150人以上を仲間だとは思う、うん、ただあの定住っていうあの、まあ、条件を前提とすると、はい、それは絶対苦労がいいことだけど、うん、例えばね、ある決定がなされるときに、僕はそれで構わないけど、あの人はどうなんだろう、うん、この人はどうなるんだろうっていうふうに想像ができて、あの気にかけてしまう、うん、これはね、2万人っていう規模なんですよね、うんうんうん、これはもう沖縄でリサーチしたんだけど、あの30年前だから、うん、いろんな離島があるんだけど、2万人を超えると突然匿名犬が出てくる、うん、この人は、うん、想像するにも何も知らないから全然想像も、うん、でもだから当時の石垣島とかそうだよね。でも当時の人口9000だと、うん、だいたいあの最近坂口君に会ってどうしてんのかなっていう、僕の隣にいるやつに聞くと、だいたい、うん、ああ坂口君はねっていう風につながるっていう規模、うんうん、でこの人たちとアルソーの言うあの気にかけてあの想像できてくることができるようになる、まあ、これはルソーは PTA って呼んでるんだけど、でね、うん、ヨーロッパではこの規模を基礎自治体、自治体の基礎ユニットというふうに呼ぶんですよ、うんうん、というところで、あの昔ね、鳩山邦夫さんの、鳩山幸夫さんの憲法草案というのが出された時があります、うん、でこの時はね、あの、うん、20万、さっき坂口さんがおっしゃったこれ、うん、あの僕もアドバイスしたんですけど、20万っていう規模が、うん、あの、かろうじてね、あの、一つの、あの、共同体、国のようなものであり得る、うん、まあ、一番マックスのボリュームなんだっていうふうに、なるわけ、うんうん。それはね、なぜかっていうと、ね、まあ、僕は、あの、85年にできたテレクラの、あの、初期からのマニアで、まあ、全国もうほとんど、うん、この回りきってテレクラナンパをしていたんですけど、うんうんうん、例えばね、あの人口20万が一つの、ね、上限なんですよ。20万以下のところにできたテレクラは、うん、残念だけど潰れます、うん、なるほど、まあ、じゃあ僕の体感人口は結構合ってるんですね。でもね、合ってる。でね、あの、要はね、人に合っちゃうんですよ、そのね、うんうん、誰かに見られて噂を立てる、うん、でもね、20万を超えると匿名権ができる、アノニマスなっていうのができるんで、うん、そうすると、そういういわゆる南米の遊び、うん、その水の人間とワンナイトスタンドで関係を持つっていうことが、うん、誰も見られずできるようになる。だから、それなら、まあ、20万を超えてないとダメだよねっていうこと、うんうん、だからね、その意味では匿名権が厳密な意味で存在できる、うん、できるっていうのがね、その匿名権がないとね、知性が動き回らないんですよね。そうですね。だからまあ、あの20万っていうのは、あの、うん、適切なあの規模。なるほど、ちょうど日本では僕今、うん、そう、13万人で、まあ、この前もその親、両親がいなくなった、高校生、お金が必要、うん、10万円ぐらいあげようかって言って、でも、うん、高校生に10万円あげちゃうと、ちょっとあの、あれかなと思って、ちゃんと10万円稼いでみようかって。って言って、君何ができるって言ったら、文章を書くのは嫌いじゃないかもみたいな、それぐらいでいいよいいよって、なんか詩書いてって言ったら、その詩を書いて僕に送ってきて、100枚書けるって言って、100枚書けますと。じゃあ1枚1000円で僕のオンラインショップで今から販売しますと。それがもう 30分後に完売するんですよ。それが僕の今の共同体で、でもうそれで10万円が僕の口座に2週間後に入金されるから、僕は妻に電話をして、もう10万振り込んでもらっていいって、10万円はうちに口座に入るからと、うん、でそしたら即金でオンラインでその彼の口座に振り込むことができて、その日に彼が言ったのは、うん、なんと会ったこともなかったお母さんのお母さん、つまりおばあちゃんっていう人が現れて、うん、その人にもらわれることになりましたって、うん、じゃあおばあちゃんになんかいい飯でも食わしてやんなよっつって、でその10万円は自分で持っとくと気持ちがいいから、うん、で感じがいい人にちゃんと食べさせるんだよって言ったのとか、あとはちょうど僕は絵を描きながらずっと命の電話できるんで、
うん、絵を描きながら僕スペースをやってて、でそこに人生相談みたいな感じで借金で困ってる女の子で、なんかこの子はちょっと払った方がいいなと思って、うん、来月いくら払うのって言ったから、じゃあ17万5000円って言ったから、僕の絵は大体16万5000円だから、まあその16万5000円で売れば、値段は変えないつもりだから、いつも16万5000円だけど、うん、その支払いできるよねって、お客さんいますかって言った3分後5人も買いますなんですよ。うん、で その人の一番最初の人に、まあお金を払ってもらうようにしたら17万5000円振り込んでくれて、しかもその人は絵をいらないって言ってくれて、うん、僕の絵を、その、うんうん、僕の絵をその女の子に見せたら、私がこの唯一楽だったおじいちゃん家に過ごした家とそっくりなんですけどって、その子が突然言い出して、うん、なんで知ってるんですかって言って、うん、いやこれは山梨の北杜市の僕の前行ってただ見つけて気になった家だから、うん、書いたんだよって言ったら、その人がお金払ってくれた人は、絵はいらないからその子に送ってくださいって、うんうんうん、だからそういうようなのが僕の今のこの共同体では一瞬でできて、まあ、30分以内にほぼ全ての金銭的な問題を全部解決しちゃうんですよね。なるほど。今の話ね、すごく印象的で、はい、まあ、これ聞いてる若い人が多いと思うんでね、うん、格差社会はいけないっていうふうに、うん、テンプレで喋るようになってるけど、本当に格差社会がいけないのかどうかっていうことは、実は条件次第なんだよなっていうことをね、うんうん、ちょっと一つの例でお話ししたいと思うんですよ。で、今ね、徳地さんがお話ししたのは、ある種の贈与経済なんだよね。で、僕らの社会、市場、マーケットはあるけれど、はい、その気になれば、贈与経済の、そのサブ領域って作れるわけだ。で、ところでね、うん、沖縄って、まあ、統計的な指数でいうと、すごく格差が大きいんですよ。大きく、昔から大きくて、今も大きいんだけど、ただ、これ例えばね、僕が調べた1990年代、2000年期になる前は、うん、例えばね、コザはなんだっけ、沖縄市で昼間から遊んでる、まあ、ちびっこギャングみたいなのがいっぱいいるわけよね。うん、で、いや、君さ、でもどうやって食べてるのって聞くと、で、おばあちゃんの、軍用地借料か、沖縄ではそういう言い方するんだけど、うんうんうん、で、食ってます。つまり、主に米軍からもらえるお金、うんうんうん、これを、おばあちゃんからもらってます。つまり、当時のね、沖縄って貧富の差はあったんだけど、今、坂口さんのおっしゃった共同体があったんだよね。うん、この場合、血縁、あるいは血族の共同体なんだけど、はい、うん、その共同体の中にすごい金持ちのおばあちゃんが、あるいはおじいちゃんがいて、うん、で、そこに貧困のやつらがたくさんぶら下がって、でも遊びながら食えたり、遊びながら食える、そう食えたり、するわけ。あるいはね、当時沖縄って日本一ね、圧倒的な失業率で、うん、離婚率も高かった。で、うん、これを沖縄社会がそのダメな証拠だよねっていうふうに内地の人たちは使っちゃうんだけど、うん、これ でも調べれば全然違ってて、例えば当時ね、うんうんうん、沖縄大きい国立大って琉球大だけど、琉球大でもね、就職率って5割切るぐらいだった。うん、でもリサーチすると面白いんだよね。要はそんなに必死に就職しなくても、うん、その血縁ネットワークの中で、うんうん、まあ、食べていけるんですよね。だからね、食べていけるから、うんうん、で同じでリコ君のもやっぱり内地とはだいぶ違っててね、嫌だったらいつでも帰ってくるっていう血縁ネットワークの引力があるから、嫌、うん、だったら帰ってくるみたいな感じで離婚する。だから、うん、共同体があるから、うん、階層格差もそこで吸収されるし、うん、共同体があるから無理して就職せずに失業したままでいるし、うん、共同体があるから無理して頑張らないで、じゃあもう実家に帰るわっつって帰るっていうことが、うん、みたいなことでね。だから実際は、うん、共同体というサブ領域さえあれば、皆さんが辛いと思っていることの、うん、がそこで吸収、あるいは、うんうん、緩和できるよね、少なくともね。うんうん、で、僕のその、なんていうか、こう、
今の自分の共同体のあり方として、うん、いわゆる困ってる人ってまあまあ友達がいないわけですよ、ほとんど。そうだね。で、うん、それで、僕の場合はこういうふうにまあ伝えるというか、うん、まあ実は多くの人が実は本当に死にたいという時に電話する人実はいないから、うん、そういう意味では状況としては一緒であるどころか、君は死にたい時に速攻で電話して午前3時でもワンコールで出る人がいるよねっていう俺なんですけど、うん、ってことは深い友達がいるっていう、だから深い友達っていうのがすごい重要だから、うん、深い友達が一人いれば十分だから、もう僕の共同体としては、うん、マンツーマンの完全フルオーダーメイドの一人の完璧な友達としてその人に前で存在できるかっていう実験みたいで、そうだね、うん、それが実現できればどんな密室でつまり見えてないわけですよね、僕がその人をどう助けてるかっていうのは、うん、そこまでだけどその人を本当に助ければ、僕救うという言葉はあんま好きじゃないんだけど、助けるってことなんですけど、うん、困ってるから僕は助ける、一生懸命素直にその人に向かって助ける、うん、でその人を助けた後にその後仲介料とかもらわずできるだけ自分のものは投げ合ってみる、うん、でその後に助けて人を助けられた人っていう関係を作るんじゃなく、ちゃんと友達としてその人の名前を最後に聞いて俺電話番号を登録していく、うん、でその人が楽しくなったら楽しい時にもメールしてよって伝えてあげる、うん、っていうところまで行くと、もうその人は何かこう虐げられた人ではもう全くなくなってしまって、うん、今は女の子で一人、まあ、かなり厳しい状態から立ち上がった子が、うん、もう自分の携帯番号を私も死んでいいから晒してくださいと、うん、で、うん、あなたの協力をしたいと言ってくれる人まで現れたりとか、うん、が見る限り全然できるじゃんって思ってて、この日本でも全然そういう共同体みたいに作れるし、うん、もう僕はもう斉藤珠樹さんが、いや坂口くんがエビデンスだよって言われて、うん、それがなんか嬉しかったんですよ。世の中のエビデンスより坂口くんがエビデンスだよって言ってくれて。わかります。要はね、何のエビデンスかって、ちょっとまだ若い人たちがたくさん聞いてるだろうから、言うとね、うんうん、本当にね、友達がいない。どうして、うん、どうやって友達作ったらいいかわかりませんっていう人多いんですよ、この本当に10年プラスアルファくらい、うん。で、大学生で言うと、何でも話せる。一番、困ったどんな困ったことでも話せますっていう友達がいる人ってね、今100人に1人もいないぐらいになっちゃった。だからまあ当然そういうどうやって友達作ったらいいんですかっていう疑問が出てくる。 でも答えってただ一つで、困っている人を助ける、そしたらに友達になれるよ。だから助けるっていうのは、さっきのだ贈与なんだよね。そしたら、そうですね、贈与ほどありがたいものはない。だから、うん、この人は友達になりたいなっていう風になる、うん、でそうすると、うん、でも最近誰が困ってるのか見ただけでは分かりません、うん、あれまた宮田さん電話かもしれない、自分を盛る状態だから、うん、なんて言ったらいいんだろう、そのこれはね、ジョック・ヤングっていう人が90年代に過剰包摂社会、ブレミア・ソサイエティって言ったんだけど、はい、昔は地方出身者って鉛があったりとか、なんか汚かったりして、すぐ分かった、ブルーカラーですぐ分かった。でも、90年代は、年収200万だろうが、年収2億円だろうが、スターバックスラテを、ね、飲みながら、スマホをいじってる。ミカでギャップか、なんかそのユニクロを着てる、服装も同じ。だから全然見分けがつかない。で見分けがつかなくなると、足元を見られないように、つまりマウンティングされないように、みんな警戒するようになっちゃうんだ。ですから、一見すると、見ただけで弱者かどうかわからないっていうのはいいように見えるけど、そうね、でも、連帯ができなくなっちゃうんだよねっていうことを、もう、確かに。でも、本当にそうなんですよね。だから、そうですよ。もう それがもう僕のところにね、それこそ芸能人から、普通の人、10歳まで電話かかってきて、それこそ臨終の人まで電話かかってくるんですよ。で、もうやっぱ老人ホームで、うん、もうなんか、ホスピスにいるんだけど、うん、寂しくてしょうがないって言って、で、みんなが言ってるのは寂しいってやっぱ言うから、うん、もう、お母ちゃんって言って、その人には俺ずっと死ぬまで歌ってあげましたもん。で、歌ってほしいっていうのを、なんかこう、
聞いたら、あ、大丈夫かな、宮田さん聞こえてるから、はい、だからそうそう、なんかそれを歌ってほしい歌を、うん、まあ、俺は適当に、その人英語の歌が好きだったから、うん、あの星に願いをって言ったら、その、うん、全部日本語に変えて、僕そこでやっぱ詩で、そこで詩を書けるから、うん、その、すごいな、その月に腰掛けってか、うん、歌えるんですよね、うんうんうん、すごいな、昔を見てた川流れ小鹿が走るみたいな、そういうだけで、うん、うわーって泣き出して、うん、ありがとうとか言って、うん、で、もう俺もなんかもうそれもう高円寺の電車のホームで電話来たから、それでそのままホームで歌ってて、うん、でも僕の中でもう楽団が弾き始めるんですよね、いきなりオーケストラが、うん、トゥルトゥトゥルトゥトゥとか言って、うん、もうその瞬間なんかむっちゃ気持ちいいと思って、本当にお母さんありがとうって、でも俺からもいつもありがとうなんですよ。うん、僕はね、うん、この人ならば、うん、打ち明けてもいいかなって思う人、今ネットだから、ネットの時代だから見つけ出せるっていうところが数少ない救いの一つでね、誰が困ってるかわからない時には、自分が困ってるんだってことを言うんですよ、うんうん、で不用意に言えばマウントされるのかもしれないけど、うん、でも一生懸命探してこの人に言えば大丈夫かなっていう、多分大学で探してもいいと思うし、ネットで探してもいいんだけど、うん、で自分は困ってるって言った時に、助けてくれる、つまり贈与の構え、贈与的構えになってくれる人がいたら、それがだから友達の候補、あるいはもうその段階で友達になれている可能性があるよね、うんうんうん、だって困ったことを相談して中口さんが歌を歌ってくれて、 そしたらもう絆できてるじゃん。そうなんですね。そしたら本当にもう一瞬で治るんですよ、うん、今痛みあるって言ったら、いや、うん、京平さんと電話してるときは痛みがないですって、うん、じゃあもう今日はスピーカーにヘッドフォンして、もう24時間俺と付き合えって言って付き合ったこともあるぐらいですよ、うん、その後はその間は他の人は繋がらないけど、でも不思議なことに僕の共同体は、僕の鬱の時には電話がかかる数が減るんですよ。つまり苦しいけど俺が倒れてるのを知って、もうツイートを更新しないとでも分かるわけですね、すぐ、うんうんうん、だからそれで我慢してます。でも京平さん、もしもそのオナニーしたかったら何でも見せますみたいなことまでメールでしてくれるぐらい、いやもう本当ありがとうございますって言いたいんだけど、メールの返信もできないんですよ僕その時。もうそのもう日本語打つのも頭おかしくなってるんで。そうだね。だけどなんかそれを多分俺もまあ、いわゆるダンスのようにうつである状態を見せてる可能性があるから、見えないけどみんなに見えるわけですよね、うん、多分ね、俺が多分、うん、家の中でずっとぐるぐる回って壁に頭ぶつけて、もう、うん、なんかもうカッターで体切ろうとしてんだけど、もう、うん、どーって家族の前で俺はもう、まあ、家族の前っていうか妻の前でやっぱり俺拳で頭をバンバン殴っちゃうんですよ。こんな男いなくなればいいとか言って、うん、それがうつ状態のなぜ、うん、まあ今はそんなことなんでするんだろうと思っちゃうんだけど、その時はもう社会の声がむっちゃ聞こえるんで、うん、でも妻はあの人って言ってるんだけど、またあの人が出てきたのっていうそういうすっごい厳しい人がいるんですよ。君のやってるところのここが悪い、ここが悪い、君の作品の文章のここが悪い、絵がここが悪い、それらを中途半端にやりながら人々を騙しながら金銭を獲得している坂口恭平とかいう人がむっちゃくちゃ出てくるんで、今は全く思わないですけどね、うん、だから、うん、なんかでもそれを想像してくれて、なんか電話が減っているっていう、うん、でなんかそういうのも含めて多分みんなが、まあこの僕が思うところの今のフォロワー13万人ぐらいを周辺とした20万規模の僕の中の声の共同体って僕は呼んでるわけですけど、その、うん、ボイスアーキテクチャ、ボイスコミュニティじゃないけど、うん、なんかその声によるその音声だけのその共同体をまず作ろうと思ってるんですよ。それはもうどんな締め付けにも締め付けられないので、まず、うん、いわゆるサティアン作ってないわけですよね僕の場合は。サティアンを音楽の中に作ってるんで、うん、もう強制操作がされない状態を作ってるって感じですかね。うん、で初めから僕弾圧されることが前提でやってるみたいで、弾圧はされるって、いつか弾圧はされるから、弾圧を絶対にされないようにどういうふうに徒党を組まないで徒党を組むかっていうか、
そういうことに、なぜか頭がむっちゃ向かってまして、はい、すみません。坂口さんね、うん、あの、弾圧があるとすると、それはね、うん、嫉妬、ジェラシーだと思います。うんうんうん、なぜかというとね、坂口さんがおっしゃっていることは、あのさっきの、要するに、クリスチャンの祈り、私が皆を裏切らないように見ていてください、うん、とよく似ていて、あの誰が見ていなくても僕が見てるからねっていうふうに、まあ、いわゆるあのどんな個人も見てもらえる存在になるっていう意味での共同体なんですよ、うんうん、で共同体っていろんな定義があって、まあ、7、8個すぐにここでも喋れるんだけれど、僕が今若い人に一番伝わりやすいのは、あなたを見てくれている人、うん、つまりまあ、分かりやすく言うとそれは心配ってことでもいいんだけれども、うんうんうん、もっと見てくれる、何をしているかっていうのを見て、うん、いろいろ感じてくれる人、うん、あるいはどっかに変なやつがいるじゃなくて、あの宮台真司っていう名前を持つ僕を宮台真司として見てくれている人がいる、うん、でもそれだけで人って頑張れるじゃないですか。あのいつもつながってアドバイスをもらうみたいな心配に対するアドバイスじゃなくて、いざとなったら、あの京平さん、坂口さんにつながれば声をもらえる、ね、だからそれが分かってるから、あの坂口さんが厳しいなっていう時には、あの電話しなくても大丈夫。なぜかというと依存するわけじゃなくて、ね、見ていてくれてるから大丈夫っていう感じ。これが僕は共同体の今一番分かりやすい、あの、まあそうですね、言い方かなっていう気がするの。あのよく共同体っていうと多くの人はね、すぐまたこの依存的な発想をしちゃうんだよね。だから依存する場所というよりも、やっぱりホームベース、ホームベースっていうのはもう今この社会で本当に作るの難しいけど、見てもらえる人、うんうん、あるいは人たちがいるっていうことが、あの創造的なホームベースになるん で、うん、でそれで人は元気になる。でもね、そういうふうに見てもらえる人がいる、そういう個人たちって、うん、さてこの日本にどれだけいるでしょう ね、 そうね、アメリカにどれだけいるでしょうね、まあ、はっきり言ってほとんどいないっすよ。いないっす。いや本当に処方薬依存症を、うん、キッチンドランカー、ギャンブル依存症、うん、僕むっちゃ対応得意なんですけど、うんうん、まずギャンブル依存症にはもしも金をくれって言われたら全額振り込んでるんですよ、うん、その瞬間に名前も聞かせて、うんうんうん、とそれだけで、それはお金ギャンブルに使わないんですよね、僕が感じたところです、うんうん、もちろん、うんうん、でそのいわゆるそれ完全な寂しさから来てるから、うん、それだけでびっくりする。でその後はもうその人の得意なところを僕見つけるの得意なんで、得意なところを伝えれば、うん、その料理が得意じゃないって言ったら、その作った料理を僕に写真で1枚ずつ撮って送ったりするようになってくるんですよ、うん、その時にじゃあお酒の魚はちゃんと作った方がいいし、なんか適当なチップスじゃなくて、うん、やっぱ作った方がいいよねって、そのだんだん分かってきて、うん、でお酒もなんかたまにはちょっとそういういい感じのお酒を買うとかとかいう話をしてると、うん、だん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 お酒をたしなめるいい感じの大人にこう変わるんで、うん、そこなんか僕の場合はアルコール依存症っていうのは治らないっていう概念とかないんですよ。あとアルコールも禁止しないんで、うん、飲んでいいからって、うん、で俺と一緒にでまた飲んだら電話しって、うん、その一人で飲むってことがダメなんですよね、はっきり言うと。そうなんだよね。だからもう本当にギャンブルも一人であることがギャンブルになるので、俺と電話してたらギャンブルしたいのって言ったら、いやギャンブルより教室の方が面白いですっていう、だからそういうことなんですよね。だから処方薬も最近はもうデパスの方も大変だけど、まあきつかったら電話して、音楽っていうのがすごいデパスには効くので、詞を書いてもらって、詞にその曲をつけてまたすぐ送り返してあげる、それだけでもうなんていうかな、その人をほぼ好きな人と同じ等価の目で見てるっていうので、もうゴンってその人の人間変わっちゃうから。そうなんです、うん、それが大きくみたいですね。はい、だから嫉妬が起こる可能性がある。まあそう、ね、まあ大気もねある。だからまあ深掘りテレビっていう番組で、うん、まあポリシーを特集した時に申し上げたことだけれど、例えば坂口さんにね、自分は困っているっていうふうに、訴える、
坂口さんに、うん、あのアクセスするっていうだけで実はあのかなり大きなハードルを超えてるんですよ。で、うんうん、で今あの引きこもり死、まあ、孤独死する多くの人は、うん、もうだからそこも、まあ、ある種情弱なのかもしれないよ、よく見渡せよっていろんなやつがいるんだよっていうふうに見えてなくて、あの社会ってなんか灰色の壁みたいにして、うん、見えてしまっていて、うんうん、でそれゆえに自分のことを見てくれる人なんかどうせ今までもいなかった、これからもいないだろうっていうふうに思う。でそういう時に見る見られる関係で絆を作っている界隈がある、うんうん、とその思い込み的な無力感というかですね、それゆえにやっぱりこの野郎っていうふうに腹が立つんだろうなっていうふうに思いますよね。で特にそのセックスの話になったけど、あのセックスの話って特に女同士ってね、あのアドバイス難しいんですよ、すごく。何が難しいのかっていうと、こうすればいいよ、ああすればいいよっていうふうに、あるいは私だったらこうするよ、こうしてきたよってこうに言うたびに、うん、何がマウンティングするのかこの女はって、マウンティングしやがってみたいになることがめちゃめちゃ多いんですよね。で、あの、これはもちろん男にもあることなんですよ。うん、だから困ってるなら相談しろよ、うん、困ってるなら、うん、まあ例えば君ならどうするみたいに聞いてみろよっていうこと。でもね、だからそれができない人たちがもう本当にいよいよ増えてる状態にあって、この人たちがね、このいわゆる、やっぱ嫉妬だよね、あの、うんうん、あのその根源的な嫉妬ですね。あの自分ができないことをしてる、まあね、多分もう俺がテレビ出始めて、はい、多分言葉が通じたような、うん、まあ神会をやってしまうとちょっとやばいんですよね、多分ね、やられちゃうなって感じがするから。まあそれこそ僕を やらなんていうの、まあそれこそ僕ドラッグもやってるし、まあ女性関係むちゃくちゃなんで、うん、まあそのなんか潰そうと思えば何でも方法があるから、うん、まあまあ、税務的にもちゃんと全部だから完璧に状態してますけどそう模擬件とも全然違うから、 その、うん、そういう意味での、 あの弾圧される前提だからこその多分その地雷を踏まないようにするセッティングは完全にしてるけど、まだ僕が多分テレビとかで本気で本当の人の心を変えるような言葉を言う瞬間っていうのはちょっと宮台さんがいない限りはやる気はないなって感じですよね。だからちゃんと宮台さんとかがいるならやりたい。うん、あのそういうコンビネーションで企画をね、うん、持ってくる人がいたら応じてくださって結構で、僕は、ね、あのもちろん言い受けますが、あの、ね、ちょっと嫉妬の話ってね、僕もう30年前からしてるんだよね。あの、うんうん、90年にね、ある雑誌 の、まあ、あの依頼で、あの東大で調査をしたことがある。東大だけじゃなくて立教と青山も入ってたんだけど、うん、1990年の段階で例えば東大法学部の、トップエリートは官僚にならないんですよ、もう当時の段階で外資系の、まあ、コンサルとか金融に行くっていうふうになってたんですよね、うん、で、その頃からですけれど、まあ、要はですね、役人キャリア官僚ですよ、ちゃんとしたっていうかね、うんうん、まあ、国一を受かるキャリア官僚にすごくね、ダメ意識、あるいは劣等感を持つやつが、うん、あの増えていくんですよ。で、うんうん、僕のその官僚仲間たちを見てみても、あの多彩だったりするとやっぱりすごく嫉妬される、うん、つまり自分ができないことをやりやがってっていう嫉妬を受けて、あの、まあ、要するにいじめとかね、外しの対象になる、うんうん、でこの人たちはね、いろんなことができる多彩な人であるがゆえにスピンアウトっていうか途中で抜けちゃうんですよ。で、うん、そうやって結局あの上の方に登っていって、あの、うん、まあそうですね、局長とか事務次官とかに行くやつって、あのね、うん、飽きてクズが選別されてクズが濃縮されたような状態だっていうふうに思います。わかります？つまりもともとあのトップリートでない人があの30年以上前から
可能になるんだけど、うん、それでもまだ見どころがあるようなやつが、その中でさらに潰されていき、うん、あのクズの中のクズの中のクズだけが上に登っていくみたいなね、それが、うん、あの今の霞ヶ関の基本的なメカニズムで、でそのメカニズムをよく知ってるやつが政治家で一人いた、それが菅義偉って男なんだけど、この連中は一回その相手を冷遇し、冷遇し、その劣等感に打ちひしがれそうになったところで、俺のケツを舐めるんだったら取り立ててやるぞって言って、あの、はあ、ケツを舐めさせるっていうやり方をねするっていうやり方ですよね。だからこれが、うん、あのね、まあ、これはずいぶん前からこのやり方をあの皆さんにあの紹介してるけど、でもね、うん、これは無条件じゃないんだよね。だったらやめるわって、やめりゃいいのにやめれない、うん、それは自分のプライドもあるし、うん、要は僕は勉強タコ作って言ってますけど、うん、遊びにも勉強もできる人ではなくて、勉強しかできないがゆえに遊びができる人に嫉妬する、うんうんうん、だから多芸多彩な人に嫉妬するの、これはね、アカデミアっていうかね、あのいわゆるあの哲学社会学、うん、そのさまざまな特に人文系の学会にもあるよ、うん、ね、まあ、千葉さんがね、嫉妬されて、千葉さん典型じゃん、ね、多芸多彩じゃん、ね、うん、で僕も映画批評とか、まあ、音楽批評とかやってるじゃん、で当たり前だけど、当然、うん、あのクソってできないことやりやがって、うん、だからとにかくね、あのこの友達がいないあのクズどもって、うん、そうなっちゃうんだよね、まあ、ね、お友達がいて、あのお互いに見る見られる関係にあるってことになったら、うん、面白そうだな、千葉さんと面白そうだなと思ったらつながるだろ普通。そうそう、だから僕とほら千葉さんと宮台さんだったら全然会えるじゃないですか。でしょ、でそう、それは僕は思うには、うん、宮台さんって、まあ、嫉妬されつつもちゃんと生き延びてる僕のやっぱ先人なんですよね。で僕は逆に言うと、僕って嫉妬あんま されてないというか、僕を嫉妬してるって口にしにくい人物であるようにセッティングしてるつもりなんですよ僕は。ああ確かにそうかもしれない。そうだから僕の作戦は結構成功してるような気がしてて、うん、僕に嫉妬すんのみたいな感じで、逆に言うとその人の格が下がっちゃうんで、うん、嫉妬できないような感じの、下っ端の方の状態を、まあ、演出するというかあれだけど、まあ、自分としてはそこの場所をちゃんと右足だけはそこにいながら、左足がどこまでも伸びるんでいろんなとこ移動できるって感じですかね。わかります。でもね、下に下がるんじゃないですよ、あのね、うん、坂口さんの持っている物差しがわからないので、何をやってるのか意味が分からないから分かんないんですかね、うん、だからね、うん、でも宮内さんは通じてるわけじゃないですか、ある意味だから それがあの研究者の端くれとしてものをしゃべるっていうところから来る、うん、やっぱ縛りなんですよね、うん、だからそんな縛りはどうでもいいんじゃないかっていうふうに言う人もいるし、うん、僕もそう思う、うんうん、正直そういうふうに思う、うん、別にもう、うん、関係のないやつはどうでもいいんだよっていうふうに思うところがあるので、あの、うん、私はね世直しモードとか言ってましたけど、今はそうって言われて、あの風の谷の戦略とか、まあ、ミュニシパリズム、まあ、共同体自治主義って言ってますけど、うんうん、まあそういう意味では僕がなんか、うん、あのなんていうか、まあ、うん、一つ面白いと思うのは、非常に今経済的には安定しているっていうのも非常に面白いと思うんですよ僕が。これで大体売れないんですよね。で売れてないけどその経済回せなくてちょっとずつダメになっていくっていうパターンもあるんだけど、僕、うん、前年より下回ったことがないんですよ僕、2012年から。それこそでもそれすごいね。それ何、あのやっぱりあのいろんな作品を売ってるってこと。もちろんもちろんです。僕基本的に、うん、今年の決算で3000万以上絵で売ってますから。すごいね。だから書籍が大体1000万ぐらいなんですよ。で、うん、あと諸々のやつで大体それで5000万近くなってるっていう。だから、うん、まあ、それも僕言うんですよ。子供にも全額言うし、うん、読者にもちゃんと全部伝える、うん、で普通だとそれお前稼ぎすぎだろみたいな話になってるんだけど、うん、意外とちょっとそういう状態じゃないというので、別に罪滅ぼしで僕お金あげてるわけじゃなくて、うん、
僕実際そのために僕基金として自分で貯蓄してるんで全額入れてるんですよ、うん、ほとんど、うんうん、だからまあもちろんそれは節税対策でもあるんですけど、うんうん、これを所得にしちゃうと全部税金になっちゃうんで、そうじゃなくて、うん、まあプールしていてそこから借り入れするようなセッティングで経理上をやってたりとか、うんうん、だからまあ僕潰しても潰してもあと20年ぐらい余裕で活動できちゃうんですよね、うんうん、だからそれはその金銭的に僕の首を絞められないっていうのは一つ僕が、うんうん、テレビに出なくていいっていう理由でもあるんですよね。テレビに出る理由もあるじゃないですか、うん、ある程度食いたいっていう、うん、ある程度いい生活をしたいとかもあるから、そういうのはもう僕の場合は自給自足で基本的にできちゃってるっていうのはかなり強いなって自分では思いますね、うん、誰からも外されないっていうか、で絵を全部自分で売ってるんですよ僕、自分の美術館で。だから仲介料ゼロで俺が売ってあげてるっていう風に俺を上から見る人が一人もいない状態で、うん、むしろギャラリー各地のギャラリーで展覧会すると3割その人たちに払えるから、わざわざ地方でもやってるっていう感じですかね今。だから逆にギャラリーの人からはありがとうっていう、うんうん、だからそういうような感じで僕の場合はやっぱり追い越すのもすっていうか、やっぱエコノミクスが何かっていうのをとにかく設計するのがもう趣味で趣味で、うんうん、でそれとまあ命の電話で24時間365日常に俺の携帯につながるっていうのは全部リンクしていると思ってるんですよ、うん、でお金がなければ俺に言えばお金をもらえるかもしれないっていう予感は常にあって、さらには絵も買ってくれた人もお金がなくなったら僕に絵を送りさえすれば、全額1枚16万5000円で売ってるんですけど、16万5000円でレンタル料も差し引かずに全額戻してるんですよ俺。だからただの貯蓄なんですよ、うん、貯蓄として僕の絵を買ってるだけなんで、うん、だから僕もお金を使わないようにしてるんですね、みんなのお金を、うん、そのお金だけで僕5000万貯蓄してます本当に。だからそれをみんなのために最終的に使わなきゃいけないときはみんなにもう全額返しますっていうのを返せるんですよ。なんかそういうのもなんかね、セッティングすればみんなの信頼をねもらえるっていう感じする。わかります、うん、ね、僕が、うん、それでもねこうあった方がいいな、さっきそのマスコミにも出た方がいいと思うって思った理由なんだけれど坂口さんってね、はい、よくできた自立系、自立ってのはオートノマスなんだよね。つまり簡単に言うと地球ゴマ、ジャイロスコープみたいに、もう永久ジャイロスコープみたいに安定して回りながら、その近接ってかその近くにいい影響を与えているっていうか、でも自立系すぎるっていう感じがして、僕はもったいないなって。でもで僕はフォロワーが、うん、まあ、ちょい22万弱かな、よくそのぐらいいるから、うん、まあね、明日もさ、多分ね、坂口さんのフォロワーと僕のフォロワーってね、うん、あんまり重なってないと思うんだ、僕の。重なってないって思います、僕もその感覚としては。でしょ？で、なので。今日こんなに見に来てらっしゃるから。うん。なのでね、例えば今回も坂口さんっていう人がいるっていうことを、まあ、初めて知る人っていっぱい多分1500人は、うん、まあ、1200人ぐらいは宮台さんとか来てますね今回、今2300人いらっしゃいますけど、うんうんうん、まあ、半分以上は、僕のとこで最高で700人か800人ぐらいだったんで、うん、だからそうです、1500人はね、そうですもんね、宮台さんのとこからいらっしゃって、だから先ほどからね喋ってくださっている坂口さんの話って、そのね、うん、1300人、1500人なんか、それでもやっぱもったいないんですよ。で、なので、うんうん、坂口さんはさ、うん、なんて言うんだろう、ちょっとシャーマンじゃん。でね、僕は、うん、シャーマンの方がいらっしゃるときには、姫彦星の彦というかね、うん、要するに、シャーマンのおっしゃってることを、多分こういうことじゃないのかなっていうふうに。そうですよね。鬼三郎の父ですもんね。そうなんです。鬼三郎が出口に青を抜いてることを、はい、東大での鬼三郎が翻訳するみたいな、そんな感じ、うん、で、この間、この間っていうか最近ですね、うん、三島 VS 全教頭で有名な玉崎公と、うん、まあ、2度ほどのトークをしたんですけれども、僕の役割は、やっぱり芥田さんってシャーマンなんで、
あの、しかもやっぱり劇作家であると同時に詩人だから、あの、もうその会場でもう本当に今の坂口さんと同じように、あの、歌ではないけどもう朗唱するんですよ。朗々と、あの、なんて言うんだろう、あの、その即興で詩を歌うような感じでしたね、それは本当素晴らしいんだけど、で学生を、あの、観客である学生たちを見るとみんな口を開けてポカーンとしてるから、ね、これは、あの、ちゃんとその意味を伝えないとダメだなっていうふうに、うんうん、だから僕はあのそういう役割はできるから、あの、なんて言うんだろう、あの、自立したその地球ゴマって多分坂口さんの世代知ってるから、昔はね、そういうジャイロスコープのコマが売ってたんですよ。はい、はいはいはい、わかりますよ。はい、綱渡りさせたりとかいろいろした、あの、そのジャイロスコープであるのは、あの、よくわかるし素晴らしい、むしろそこが聞きたいところですよね。僕の今のままの完全自活できてる状態までは持ってこれたんだけど、それ以上に光を出すのか出さないのかゲームみたいな、そこがで出せって宮台さんは思ってくれてるんだろうなと思ってたんで、僕、そうです、出してほしいなと、ちょっと僕と宮台さんで宗教法人作ればいいんじゃないですか。でもちょっと宗教かどうかよくわかんない。だから宗教、あの、冗談ですけど、日本、あのね、あの、宗教でいいんですよ。ただ日本って宗教教育してないので、宗教概念がすごく狭くて、それ入るって人に選ばれるからね。そうですよね。だから文化空間として作ればいいんですかね。ある。まあそういうことですよね。そういうことです。ある共同体を、だから、まあ、例えばもう下世話な感じでいくと、僕と宮台さんでアメーバー、アメバで番組持つみたいなところから民放へ向かっていくぐらいの、まあそうですよね。だから、あの、とにかくね、あの、本当にツイッター界隈って、あの、僕はね、ツイッターってこれ大事だと思ってるんですよ。それはね、クズがどれだけ分布してるのかってことがツイッターで初めて分かったんですよね。で、あるいは95年インターネット元年って言われてるけど、2001年の、あの、要するに、あの、アルゴアとの戦いで、W. ブッシュが大統領になって、で、最初全然支持が不安定だったのが、戦争だっつって、まあ、あの、ある種デマ情報でイラクを潰したりするってことで、どうも支持率が上がる。で、これをアメリカではね、南部高卒白人問題って呼んでて、それまで、あの、政治参加する、あの、機会がなかった、あるいは動機もなかった連中が、あの、インターネットを通じて、まあ、簡単に参加できるようになっちゃった結果、要するに、悪化が良化を駆逐する原理で、クズだらけになるっていうね。で、これは、あの、実は90年代半ば過ぎぐらい、インターネットは人々が社会、政治に参加する重要なツールになるから、より社会は民主的になるんだっていうふうに言う人たちがいたのに対して、僕、本当、腹かかで爆笑したんですよ。あの、絶対にそうならないっていうね。あの、実際僕の予言予測通りでしたよね。もうありとある、あの、国で、ヨーロッパ含めて、実際にはポピュリズムが蔓延したっていうふうに言われてる人気主義、人気主義っていうのは昔のね、あの、20世紀初めの自民党 の、 あの、いわゆるいい意味での人気主義と違って、クズを釣るんですよ、ね、クズの嫉妬を釣る、その釣った相手を攻撃性、あるいはですね、排外主義な、方向に、連れていくことで、カタルシスをね、体験させるみたいな、そういうふうなメカニズムになるに、まあ、決まっているのがそうなったよね。で、僕、炎上するんですからね。僕、炎上ってしたことないんですよね。僕、テレビとか出たら炎上するのかな。いや、あのね、僕は結構炎上してますけど、炎上って、全然、何の問題はないんですよ。なぜだって、ああ、なるほど。あの、人ではないクズだからですよ。だから、なぜ僕は右翼を豚と呼ぶのかっていうと、右翼なのではなくて豚だからですよね。で、なぜクソと呼ぶかっていうと、フェミを名乗るが、実際にはただのクソだからなんですよね。だから、そういう、あの、でも、なんか動物愛護協会から豚を、言うなって。言いましたけど、まあ、あの、まあ、困ったなっていう、まあ、ずっと思ってるんですけど、まあ、そういうことなん
で、炎上するときもね、あのどんな、うん、あの豚やクソがこの社会にはどういうふうに分布してるのかっていうのを観察するつもりで、うん、むしろ炎上してるのでいいと思うんです。ああ、むしろ。そう、こういうね、インターネット、あるいは特に ツイッターみたいなもの、社会の害悪だって違うんだよ。この程度の、ね、ツールがあるだけで、くずぶりが掘り出されるような、うん、豚そうだね。こんだけいるんだってことは、うん、ツイッターがいないとわからないでしょ。わからなかった。しかも面白いのは、僕にいろいろ文句言ってくれた人いっぱいいるんですけど、うん、それが完全集合体にはならないだけで、うん、僕にね、電話で文句言ってくれた人も今んとこないんですよ、12年間。うん、だからそれが面白いと思ってて、あ、本当の声を通すことはしないから、声じゃないんですよね、うん、だから、インターネット上の。そうそう。そう、なるほど、なるほど。だから面白いんだよね、うん、このね、このいわゆるインターネットであぶり出されるクズどもってね、なんかね、うん、それぞれ非常に特性が単純で、ある言葉にだけ反応するんですよ、ね、うん、でそれ以外の情報には一切反応できないっていうね、うん、そういうタイプのもの、ね、だからまあ、あと中国とかいう言葉に反応する、ね、うん、あるいはシスジェンダーとかっていう言葉にだけ反応する、うん、まあ、ちゃんとした学問をすればね、保守とは何たるか、保守と右翼はどう違うか、トランスジェンダーとはそもそもどういうものであるのかとかって、勉強すれば、そうコストかけずに分かるけど、分かっていれば絶対にやらないような、カテゴリーと結びつけた差別を平気でやるんだよ。まあそうですね。だから面白い。だから本当、これ本当面白いのはね、ハンデのようにそれぞれ一個だけフックがあるんだよ。その言葉にだけ、なるほど。たかるんですだからね、まあ。ある意味僕使わないからかもしれない。そうそう。それを。うんこにしかつかない銀歯へとかさ、なんかそれで感じ。腐ったりしかつかない。なるほど。そのイメージで。確かに、うん、そうかもしれない。うん、僕は、まあ、ある意味では意識的にそれを避けてるっていうことでもあるかもしれないから。うん、だからそういう意味ではそこを避けずにもう少しちゃんと、まあ、無駄な矢なんか刺さっても大丈夫だからもうちょっと広い状態で自分の考え方をもう少し行動をじゃあメディアに乗っけますか。そうだね、そういう気持ちになりましたね。はい、それでいいと思う。僕はね、すごい若い学生さんたち高校生とか聞いてたらね、うん、ちょっと分かってほしいんだけど、うん、そういうふうに炎上に強くなるっていうのはね、見てくれる人はちゃんと見てくれているっていうふうに確信できることなんだよね。で、逆に言うと炎上させることでこいつになるほどと思ってるやつが、のことによって実は友達がいない、見てくれるやつがいないことを自ら暴露しちゃってるんですよ。本当にちゃんと見てくれるような信頼できる人間の中に包摂されている人間は、そんなうんこにたかる銀歯みたいなね、そうね、あり方をしても、まあ、でも効果もない。そうそう。でも僕のとこには結局そういうなんかよくわかんないけど文句言う人は来ないんだけど、やっぱり刑務所から出た人に、まあ、なんか刑務所の中にポパイはあるらしくて、そのポパイのコラムに僕書いてるから、それで僕を知って、差し入れで僕の本を全部読んだっていう人とかが結構来るんですよ。それで、やっぱり出所後かなり、で、大体闇バイトなんですよ、全員。それでおばあちゃんを殴ってしまって、強盗して、まあ、そうすると4年ぐらいもらっちゃうんで、その後どう死にたくなっちゃうんで、どうなる、どうすればいいかとか、あとそういう人たちは来るし、まあ、そういう人たちには僕はちゃんと、まあ、僕のところではそういうことはもうちゃんと出所したんだから、罪をね、まあ、一応償ったから、そういうふうに思わないで俺も接してあげれるから、そのちょっとずつやっていこうっていうふうにできるし、あとはヤクザの、まあ、下っ端で命令されて、そのナタでやっぱりもう手足を切ってしまったっていう、しかも捕まっていない、どうすればいいんだっていう人とかも来るんで、もういわゆるなんかちょっと社会的には一番危ないとこに行っちゃったやつは来るんですけどね、その真ん中のよくわかんないハエとかは来ないんで、だからその人たちにはむしろもう俺との間ではもう本当にここの間だけではもう俺はお前をちゃんと人間として接するからちょっとやってみようっつって、でもうその自首しろとも言わんしみたいな、でもそいつはまあ自殺しちゃったんですけど後に、
それをまあ聞いちゃったけど、まあでも不安でその断末なんか叫び声がやっぱ聞こえるってその電話をよく出てあげてましたけどね。でもそういう人たちも僕はなんか多分もしかしたらもう全部受け入れちゃうかもしれないですよね。もう一個一個俺も反応しちゃいそうなんですよね、うん、もう炎上しても一個一個君はどういうふうに困ってるのかな、大丈夫かなみたいな。そう、それは危ないね。危ないでしょ。だからそういう意味で危ないんですよね。だから今のところの13万人だと僕はそういう人たちも全部向き合えるんで、うん、そうだからそこら辺をまあだからまあ、宮台さん的にそのいわゆるある程度切り捨てるんだっていう技術を教わろうとしてるのか、僕多分素直すぎるんでやっぱ切り捨てられないんですよね。だからそこら辺のどうしますかね。てか大丈夫ですか、ね、宮台さん。一応ね9時までの予定で、一応延長も OK してくれてはいたんですけど大丈夫ですか。はい、はい、もうでも話してもね、終盤やっぱりね見ててる仲間がいることが大事だよね、うんっていうことなんですよ、うん、でね、うん、要するに今ツイッター見たらね、うよ豚がダメならネトバエではどうですか。うよバエ、まあ、何でもいいけど、うん、それはいいとして、ね、すごい単純なことでね、例えば僕を襲撃したやついます。これ、うん、親がエホバの証人ですよね、母親がね、うん、で、まあ、岸田を襲撃したやつもいた、もちろん安倍の襲撃者もいた。遡ると、まあ、いろんなところに無差別殺人犯、まあ、殺傷犯というのがいて、まあ、うん、まあ、フークは日本で目立ったのは2008年の秋葉原事件だよね、加藤智子事件になっちゃったけど、今年の8月にね、1月か、ね。で、この人たちって、僕は誰か何か言ってやるよ問題ってずっと呼んでるけど、見てくれている仲間がいる、友達がいるっていうふうに、彼ら自身が感じることができていたら絶対にそうならなかったっていうふうに確信して、うんうんうん、で今ね坂口さんがおっしゃった特殊詐欺とかですね、広域強盗、これは上は暴力団なんですよ。 で、うんうん、でもこれは全部それこそテレグラムとかシグナル使ってるしってことと、送金全部ブロックチェーンというか仮想通貨使ってるんで、うん、全然要するに証拠をつかむことができないので、うんうん、だからフィリピン東南アジアで指示役やってたりとか、その下リクルーターやってたりとか、はい、まあ、いわゆる受け子かけ子出し子とかってやってる連中っていうのは本当の下っ端なんですよ。でこの下っ端の人間たちも、うん、結構いい大学の学生とかも捕まってるけど、やっぱり、うん、誰か何か言ってやれよ問題、つまり、うんうん、何か言ってくれる、ちゃんと見てくれている、やっぱり仲間、うん、友達がいないんだよね。だってさ、うん、マスコミって言えばバカなやつが多いんで、うん、こういう特殊詐欺とか広域強盗って部分的な、うん、本当に集団犯罪なんだけど、その一部だけしかやらないから、で運びました、うん、ね、下ろし、うん、だから犯罪の重大性がつけない、そんなことねえよ、どれだけネットに上がってるんだよ、ね、うんうん、結局自分は全体は知らない、部分だけしか知らないっていうのは完全な免罪符なんですよね、うん、自己弁護の免罪符で、うんうん、そんなものは普通は友達がいたら通用しない、うん、何言ってんだよお前って、お前も知ってるはずだよ、で終わりなんですよね。だからこの絵で僕はね、実は切り捨てているのではない、彼らは、ね、うん、ダメなやつらだけど好き好んでダメになろうとしたわけじゃない、ね、うん、で友達がいないやつらだけど、うん、まあ、一応友達がいるっていう場合もよく聞くと、ただの知り合いなんですよ、ね、まあね、お金がないって言えないメンバーなんですよね。そうそうそうなんです、うん、でだからいわゆる好きな友達いないですけど、うんうんうん、友達がいないのも、うんうん、彼らが好き好んで友達切り捨てたわけじゃなくて、うん、友達になってくるとか、うん、カテゴリーを超えてね、フュージョンして盛り上がったっていう経験全くないから、ね、そうです。まあ、その声で言うと、うん、闇バイトに行く人の声全部一緒です。あ、面白い。どんな声ですか？うん。いや、まあ、どんな声って言うと説明ができないですけど、つまり、ね、本音を言えないんだけど、なんかね、あ、大丈夫ですよ大丈夫ですよとか、なんかそういう感じの声をちょっとやって、ちょっとなんか人前でやっぱちょっと
いい服を着たりとか、払えないのに先輩に言われて車買っちゃうみたいな、なんかね、そういう感じなんですけど、うん、なんかね、ちょっと特徴的な、なんかあるんですよ、その、なんかすっかすかの人間の、なんか男バージョンみたいなのがいて、すっかすかすぎて友達、そう、むっちゃ友達いなくて、一人で家でやばくなってないとか言ったら、なんでわかるんですかって、わかるどころかもさ、当たり前じゃんみたいな感じで、で、そいつに少しずつ幼少の好きなこととかを聞いて、うん、もうそれこそミニカーが好きだったって言ったら、うん、もう一回ミニカーをちょっと前買ったやつをもう一回手にしてみってところからも育てるしかないんですよ。あのね、本当におっしゃる通りなんですよ。あのね、広域詐欺だけじゃなくて、あの大学でもうずっと87年から教員やってて、定点観測して、うん、本当によく分かるんだけど、もう年々友達がいなくなる、見てくれてる人がいなくなる、うんうん、ね、あの、うん、分かりやすく言うと孤独になっています。例えばね、あの、うんうん、若いこれ女も同じ。昔はね、女の方は人間関係あってどうのこうのって言いたんだけど、この10年は僕言えなくなったと思う。さっきのね、例えば友達関係も全部あのキャラとテンプレで、うん、デートを含めてセックスを含めて性愛関係も全部キャラとテンプレでも、これってね、うん、あの最近ブーバーっていうね、1920年代の哲学者を出して、うん、あの紹介したんだけど、全部入れ替え可能なんだよ。だってキャラクターこれ、うんうん、そうですね、うん、分かりやすく言うと、ね、あのだから最近も僕のゼミでありましたよ。あの最近であの結構ね、可愛い子たちがいたりする。で、うん、モテるでしょ。最近の一番ワクワクしたデート何、あの新車に連れてってもらいました。行ったことなかったんで、あの新車俺でも連れてくるんだけど、何なのそれ、うん、あのもうゼミ1年以上出てんのに何言ってんの、うん、それってその人がワクワクしたんじゃなくて、場所がワクワクしてるだけ、ワクさせてくれてるだけじゃん、ね、うん、医者に連れて行ってくれたら誰でもいいんだろうっていう問題だったりするよね。でね、実はこの入れ替え可能性、うん、あのブーバーっていう人はね、入れ替え可能な、うん、あの人間関係を我とそれって言ってるんです。イットそれで、うん、入れ替え可能なその見てくれる人間を我と何言う、うん、まあ、そうって言うんですけど、古い言葉で、うん、で、それで言うとね、我と何時関係、つまり何時としての友達がいる人はいなくて、あるいは恋人もいなくて、うん、友達います、うん、恋人いますって言ってもそれなんですよね。別に想像するっても、うんうんうん、テンプレデート、テンプレセックスで OK なんでしょ、誰でもいいじゃんそれだっていうね、その問題に気がつけないんだけど、気がつけなくても実はね、孤独は必ず襲うんですよ。そうなんですよね。そこは避けられないんで、結局家でやっぱね、一人で寝るときに絶対向き合っちゃうんで。そうなんです。うん。まあもう完全にその人たちのモルヒネになってますね、俺は。本当に役目では。だからこのとにかくまあ。縦の谷の戦略みたいにしてちっちゃくやって広げていくしかないと思うけど、それでもね、やっぱり僕は、うん、全然見捨てて切り捨ててるわけじゃなくて、うんうん、その人たちなんとかしたいなとか、うん、特にね、学生高校生の人たちにあのそういうことになってほしくないんだよね、うん、このね、入れ替え可能性ゆえに孤独に苦しんでる人たちってね、あの要するに不安でしょ、うん、で不安な人間って、うん、あの自分は間違ってないっていうふうに思いたいんですよ。思うとまた不安になっちゃう、うんうんうん、そうするとまず多席化し多罰化するんですよ、うん、男が悪いんだ、イスジェンダーが悪いんだ、よく違う違う違う、あの、うん、ジャイスが悪いんだ、中国人が悪いんだ、バーカお前が悪いんだよ、うんうんうん、問題がほとんどですね、残念ながら ね、 ね、もちろんね、いろんな問題はあるんです。でもいろんな問題あるんだけど、うん、お前次第で何とでもできる問題じゃないの、うん、そう、うん、ジェンダー差別まずいよ、ね、であるいはあの移民がどんどん増えていくのも、もしかするとまずいことかもしれないが、あの、うん、あんたの問題、あんたの実存、あんたの困窮は、うん、そこから来てんじゃなくて、あんたから来てる、うん、それを、ね、移民のせいやジャニーズのせいや、うん、男のせいにすんな、うん、お前が解決するべき問題を一切反省せず、解決もせず、あいつが悪い、こいつが悪いとか言って、インターネットで、うん、あのね、うんこに触れる、うん、まあそこはね、僕も、うん、まあ一回ちゃんと丁寧に怒っちゃいますね。それをしないようにしないと、うん、
うん、でもそれで一回怒るとやっぱり拒絶反応して、うん、もういいですとか言って切るんだけど、結局またつながるのは僕のとこしかないからまたかけてくるんですよね、うん、だからそうやってじゃあ今から死にますとかもうそういうこともずっと毎日言われてるけど、まあでも、うん、まあでも大丈夫だよってここにはいつもつながるから、まあそういうこともねした方がいいかなみたいな感じで、まあだいぶねそこら辺の対応は上手になってきたし、まあそれのパイがもう一桁丸が増えた時に、ね、うん、一桁二桁丸が増えても対応できるかって考えると、 まあでも今は少しずつそれがもしかしたらできると思って今回多分宮台さんに多分声かけて多分ちょっと背中を押してもらおうとしてる感じもあるんで、うん、だけどまあまあそうですね、まあちょっといろいろ考えよう、まあでも協力してくださいよ本当に。僕ね、やっぱり襲撃されると、もともと思ってはいたけど、うん、いつ死んでも不思議はねえなって思うじゃん。うんうん、で、それをね、うん、思うと、うん、あの、なんちったらいいんだろう、もたもたしてるわけにはいかないなっていうのと、まあ確かに、それはそうですね。うん、俺がどうのこうのじゃなくて、うんうん、僕もでも、僕も毎日素手で人を殺す練習は一応僕の、まあ、先人というか師匠みたいな人が、まあうん、あのあれなんですよ、まあ、その野坂昭之がずっと特集してたような方で、うん、まあ、いわゆるね、そのいわゆるこう任侠 の、うん、あの僕がそういう方がいて、でその人にもちゃんと教えてもらって、で僕は茶化もほらか、ね、鎧同士刀もいい、うん、くれるって言ってたけど、うん、いらないって言って、僕は自分の素手で一瞬で殺したいから素手で殺す方法を教えてくれって言ったら、うん、そのやっぱさっきの味方からさっきを消しとけっていうのと、うん、やっぱりいろんな知らない場所に入った瞬間にまず全員の人間を把握しろとか、なんかそういうことはいろいろ学んでて、うん、まあそういう意味でも、うん、まあそういうところに行こうとは思ってるみたいなんですよね、僕もね。やっぱ襲撃されるかもしれないけど、うん、やっぱり変えなきゃいけないから人々に声を届けなきゃいけないっていう場所にちゃんと最終的には行くっていうのは覚悟は決まってるみたいだから、でもそのね、宮台さんのやっぱり身を体を張った今回の襲撃のことも含めて、ほらそのもう待ってられないっていうか、うん、ね、時間に猶予はないっていうことは僕もね感じてるしね、本当に、うん、なのでまあなんかよくこんな感じで着地ですけど、繋がって頑張るしかないですよ本当にですね。だからなんか本当今後は多分宮台さんにも、ちゃんとお会いしようと思ってて、あとやっぱ僕は2015年から中澤さんともやっぱりこう、あ、11年から中澤さんともやっぱり話をしてたから、うん、今度中澤慎一さんにもやっぱりちゃんともう一回ちゃんと話して、うん、ちゃんとそのどうやったらその革命をするのかっていう研究をする僕が旅に出るのかなというイメージの一番初めがやっぱり宮台さんかなと思って、うん、今回はなんかそういう感じでなんかお世話に胸を借りる感じでありがとうございました。あの熊本だよね、あの熊本も行きますので、あの、はい、そうですね、まあ、でも、まあ、まさにほら新風連の乱っていうね、西南戦争前にやっぱり新政府にぶっ壊そうとしたのはやっぱり熊本なんで、うんうん、やっぱ島原の乱もそうだし、まずは、うん、都からは離れとけっていうのは10年間研究したつもりなんですよね、うん、で都から離れた状態で攻撃をできるっていうのは、うん、まあ、僕の中ではここはね電気が消えても大丈夫な状態で何百人と僕の仲間集まれる状態ではあるんで、なんか、まあ、そうですね、まあいろいろ中澤慎一さんのね、あの、はい、錬磨学っていう本が、はいはい、わかります、これはすごくいい本 です、ね、今日ね坂口さんがお話しされてることとも、はい、すごい関係すると思う、うんうん、あとね、あ、東京って、うん、あのやっぱり、まあ、南海トラフ30年以内、まあ、25年以内、はい、あの、うん、まあ、8割方起こるな、で東京直下型地震はあの10年以内にもっと高い確率で起こるんじゃないかみたいに言ってる地震学者もいるでしょ、うんうん、で、うん、東京にいるっていうのは今ね、うん、逆にすごいハンディキャップとですよ、つまり危ないですよ東京にいるっていうのは、で、うん、なのに東京に、うん、東京にいるっていうだけでね、なんか、うん、なんか中心、大きなものの中に含まれているような勘違い、うんうんうん、だからそれはやめた方がいいよね本当は、ね、はあ、だから僕もあのできるだけ電車に乗らないし、うんうんうん、まあ、移動するときもですねできるだけ高架下とかに行かない、うん、まあ、車に乗って、なるほど、うんうんうん、
よく気をつけたりしてるし、できるだけエレベーターも乗らないようにしてます。うん、まあ、いずれ必ず起こるんでね。ですね。だから、まあ、本当僕も、その、まあね、命を投げ出す代わりに、徹底的に命を守るっていう練習をしてるんで、もう本当に、有無を言わさず、一言も止めずに殺そうっていう意識でずっと生きてるんでね、もうとにかく俺には関わらないでくれっていう、そういう意味では。はい、関わったら危ないぞっていう環境は作りつつ、まあでもそれで電話はね、やっぱりそういう意味では本当に困ってる人たちができる空間にちゃんと仕上げられてるんで、まあなんか掃除婦でもあるんですよね、まあ、俺本当に掃除が好きなんで。すごいよ、あのね、その任意の時間にそうやって電話を受けるって、はい、自分の思考のペース、いろんなものにノイズになるじゃないですか、はい、そうですね、時に電話かかってくるでしょ、うんうん、よくやってるなと思ってね。そうです、僕原稿あるんで、原稿を書きながら電話できちゃうんですよ今。絵も描きながらできちゃうんで、だからもう逆に言うと電話してると絵が描けちゃうんですよ今は。電話してると原稿が10枚すぐ描けちゃうんで、ありがたいんですよね。で僕ギャラ払っちゃうんですよその時、1枚全部付き合った場合1万円払ったりするんですよ、ね、だからそこまでいくともう何が何だかその人たちもわけわかんなくなってきて、私は何をしたんですかって、うん、俺を助けたんだよとか、いや私が助けられたんですけどとか言って、うん、いや俺も助けられたっていう感じで、そう、なんかそういう環境を作ってあげるとその人たちが楽になるというか、そね、そうだね、だからすがってるっていう感じは全く僕は受けなくて、自分に、うん、いつも嬉しくて、なんか朝電話したから電話してみたっていう人たちもいるんですよ。うん、俺が電話したいから電話したっていうだけで、その人がすっごい楽になるから、うん、うん、だからその電まあどなんかそういう風になんかほんまあ僕の中ではなんか宮台さんのあの天才って言ってくれたことから、なんか、うん、あ本当に丁寧に人とちゃんと付き合っていこうっていう風にこの10年間過ごせて、多分かなり盤石な状態では来てますね、うん、今のところ僕の中の計画のミスが一個もないんですよ。それは天才としては珍しいケースだと思いますよ。天才って大体あの生活安全ですからね。ですね。だからそこは僕の家族っていう概念があるのかもしれないですね。家族のやっぱり新哲学の概念が僕は持ってて、家族の中で僕たちは全員それこそ起業家してるんで、それぞれ法人の関係で付き合ってやるし、その妻も嫌になったら僕の5000万を持って逃げることができるという環境を全部法人上で作ってるんで、その彼女たちにもその自由があるというか、好きでいてくれているっていう、嫌になった瞬間に離れろっていう、で子供たちもその展覧会したら100万ぐらい稼げるようにセッティングされてるんで、もう自分たちで自活してる状態で、僕息子に500万払ってるんですよ、年間幸せですって僕に言ってくれるの で今の世の中で幸せなやつがいないから、お前かなり貴重すぎるから頼むから、あのうちの、あの経理から500万払わせてくれっていう、だからそういうこととか、うん、だから家族の実は俺の問題があって、まあ、もちろん性愛の問題もね、いつかは僕と宮台さんでちゃんとね、うん、クローズドでやっぱ話したいですからね、そういう問題とかと全部リンクして、つまり次の共同体はどういうものなのかっていうのは、うん、僕ははっきり言うとほぼ全部自分で言語化できると思ってて、うん、もう僕の中では分かってるんですよね、分かってないっていう感覚じゃなくて、分かってるんだけど、うん、自分の13万人ではもう実現してるんだけど、日本でやるのかどこでやるのか、でも暗殺されない、一番暗殺されない場所として僕日本で選んでるんで、もうヨーロッパではこれ絶対にできないんで、僕の思ってるのはヨーロッパ、アメリカ、ロシア、中国じゃ無理だから、日本ではできる、脆弱すぎるから、政府が監視システムも脆弱だから絶対にできるんじゃないかなっていうのが僕が思ってる、まあ、妄想と人が思ってる、僕は本気だし、多分宮台さんはその本気が伝わってるし、中澤慎一さんにも本気が伝わってると、で養老孟司さんにも本気が伝わってるけど、うちではゆっくりお茶だけ飲んでけって言って帰っていくんですけど、なんかあの、ね、やっぱりね、飲んでるべきやと僕は思う。それはね、別に愛国じゃなくて、はい、日本があの本当にダメだからなんです。あのそうだなったと、うん、ヨーロッパに本当に美しい街が多いじゃないですか、うんうんうん、でこれはね、森とよく似ているなって。森ってあのやっぱりそこにいると見られてる感じがする。で、うん、歴史のある町、まあ、僕は京都で育ったけど、そういう場所にいるとやはりあの歴史に
見られてる感じがする。言葉がうまく選べないけれども、ただそこにガラクタがあるんではなくて、うん、自分よりも長い命をつないできたこのなんか全体性という生き物が、ね、自分を見ているような気がする。だから森もそれは同じで、日本の街って本当あの、まあ、僕はあの京都で育ったから特に思うけど、京都は昔はね、僕が小さい頃は4階建て以上の建物なかったし、一番高い建物はお寺さんなんです。もちろん五重塔も高いけど、本堂、本堂とかも一番高い建物だけど、それがもうずっとずっとぐちゃぐちゃ、こんな汚らしい街、友達いなくてもあのある種そのちゃんとした町で、あのそのいわゆるその先祖あるいはその、うん、先祖というか祖先かのあの眼差しを感じるような場所にいればやっぱ孤独にならないんだけど、この町は、うんうん、でだから本当はあの必ずしも人につか、ね、つながらなくてもいろんな、うん、動植物とつながったり、そうそうそう、動植物とね、僕は、僕の先祖をずっと辿ってんすけど、やっぱ先祖がまさに酋長なんですよ。で、僕と同じ血は、まあ、一人はアルベルト・フジモリなんですよ、ペルーの大統領、うん、で、ね、それが全部河内町白浜っていうとこでしたね、うんうん、っていう風にね、だからそういう風になると、だから見てくれる存在って神でもあってもいいし、うん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 、動植物森であっても実は、うんうん、街がね注いでくれる歴史の眼差しみたいなものであってもいいんだけど、うんうん、どれもね、こんなにねダメな社会って、うんうん、京都出身だから特に思うんだけど、ちょっとありえないですよ、うん、なのに、うん、そこで、うん、もちろん救われたい人たち当然多く、うん、心が壊れる人たち当然多くない、うん、でさらに誰も見てくれてないという鬱屈からあのいろんなおかしな営みにやつが出てくる。だから、うん、私、あの、ある種愛国どうのこうのじゃなくて、やっぱり実験上ではね、これだけダメな社会で、うんうん、あの人が出られるっていうのはどういう時だろうか、そうね、本当に実験だと思う。うんうん、そう、僕の中でやっぱりね、やっぱり行政システムによってその建物やそういう都市計画自体が狂ってる、まあ、僕はもともと建築家でもあるから、そうですね、まあ、それを僕はまずはその音声上で声のだけでその都市計画を今やってるつもりで、それをそれで見る限り、そっちの声の都市計画、都市を作ると、その人間がちゃんとあの正確にあの機能することだけは確認済みなんですよね。うん、素晴らしい。そこのもう僕のそこのエビデンスが半端ないので、だからちゃんとそれはできるし、うん、まあ、熊本であれば僕ね、熊本市のその族長ともすごいちゃんと連携も取れてるし、うん、熊本市と一緒にちゃんと完全自殺ゼロの都市を作るっていうあの政策をやるっていうのも絶対、うん、あの不可能じゃないので、うん、だからまずは僕は多分中心部の都ではなく、多分まずは熊本を多分やるとは思うんですよね、うんうん、だからそれをでもその常にメディア上では多分メインのやっぱり NHK のやっぱりね夜10時ぐらいからの特集でちゃんとみんながゾクゾクワクワク昔のなんかエンタープライズでやってた特集見るみたいなノリでできるような環境を作ればいいのかもしれない、本当に。まあ本当にそうだよね。まあとにかくそこまであの NHK のね、まあ、いろんな社会問題を論じて素晴らしい番組と言ってもいいけど、うん、何かこう閣下総要っていうかどれを見ても、うん、そこじゃないんだよな本当の問題は、まあ、そうなんですね、上に前に感じるんだよね、うんうん、でもみんな言えば分かってはくれるんですよ。そら京平さんは朝5時から1時間だけ、ね、電話相談も 生電話、思いっきり生電話の京平バージョンやったら、うん、それだけでもだいぶ変わるっていうのももう分かるけど、うん、まあね、本当はそれをいつかちょっとちゃんと命かけてやるっていう、だってどうせ 俺が地獄生きてるのになんでお前ら地獄に来ないんだよっていつも思うんだけど、みんなは結局会社の方に行っちゃってるから、地獄同士ならやっぱ協力がし合えるからね。だからそういう意味では、まあやっぱり企業の中にいる人たちの心も少し柔らかくしてあげて、ちゃんと大丈夫だよっていう感じで、ま、彼らも守られてればちゃんと実験もできるはずだから、うん、なんかそういうことも踏まえてちょっといろいろ今後も相談乗らせてください。
宮台さん。よろしくお願いします。お願いします。なんか革命をめぐる旅っていう 本のタイトルが出てきたんで、その本の対談集の一発目、ちょっと宮台さんでお願いします。アーカイブってこれしていいですか、はい、もちろん。じゃあ後でみんなで多分聞き逃した方も聞けると思うんで、はい、多分俺今回これ2500人超えた時もあったんで、結構とんでもない同時視聴がみんな来てくれてて、皆さんありがとうございます、はい、本当に宮田さん本当ありがとうございました。ありがとうございます。あのスピードで2500人で普通ないから。ないですね、これはちょっと聞いたことないです、はい、本当にそんな、はい、すみません、ありがとうございます。宮田さんのおかげなんで本当にお世話になりました、はい、僕じゃあ、はい、あと1曲歌って終わりますんで、ちょっと、はい、宮田さんお世話になりました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。はい、失礼します。いや、すごかったね、これ。じゃあ今出てきた詩を歌います。みんな知ってるあの山の色、みんな知ってるあの海の色、みんな知ってるあの雲の色、みんな知ってるあの鳥の声、みんな知ってる私の名前、みんな知ってるあの踊りをね、みんな知ってる私の声を、みんな涙流しながら踊るこの街で、いつか見てたあの景色が虹のように立ち上がり、君が僕の手を指の中を旅してるように握りしめた。おピティリピティティリトゥ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 右足はどこか行って、左足なくなった、右目がなくなってゆくよ、左目こぼれ落ちてゆくよ、鼻も昔からずっとなかった、口もないのに音楽は鳴り響く、トゥルトゥトゥレトゥテルトゥトゥレトゥタタタトゥレテテレトゥトゥレトゥかつて生きていた人たちが、とても大きな人たちが、雲の上に髪が届くよね、そんな大きな人たちが、みんな死んでしまった人たち、そんな人たちが集まって、布団の上で寝てる僕の前で、みんなあぐらかいて指さしてる、トゥルトゥトゥレトゥテテルトゥテルテ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 テ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 東に何かあれば飛んでき、南の島に船に乗ってく、西の光さす夕日を見に行こう、北は寒くても裸で行ける、私たちは君の言葉だけ声聞こえるよ、地面の歌
鳥飛んでくる鳥飛んでくる鳥飛んでくる夢の中で見たこの景色がなんで手に取るようにわかるの夢で見たあの声を聞いてるあなたの耳が花となって咲くその街を僕は歩くの君たちは寝てトゥルトゥ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 ルルルひとりで木材を切ってる清き木こりの中の僕の中の息を集めて橋を作る僕君は僕の姿を見ている湖に映る空の色が見たことのある色で泣けるよいつか歌った歌を君たちの前で今日僕は歌うのさ懐かしいだろう思い出すだろう見たことある景色だろう知ってる言葉ばかりなんじゃないかあの村から死んだ人たちが飛び出してくるのです私たちの手を握りしめて私たちの言葉を聞きながら踊り立ち骸骨たちをタラッティ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 ッパパパパパパ皆さんありがとうございました。ドルテテ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 ルテルテテ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 はい、ということで皆さんお疲れ様でした。もう合計何人聞いてんでしょうね。本当今日はすごいことになりましたけど、そういう感じで、あの実は結構危険な思想を持ってらっしゃいますので、私はちょっと離れる人は早めに離れといていただけると助かります。最後じゃあね、石村道子作詞、坂口恭平作曲の海底の修羅という静かな歌を歌って終わりますので、皆さんご清聴ありがとうございました。アーカイブ残すんでね、ご安心してゆっくり聞き直してください。ちょっと頭良すぎる2人の会話でしたから皆さん大変だったと思います。お疲れ様です。流れを下る船はもういらない、私が船だから。海底だと思っていたのは頂だったのだ。知らぬいかい墓にするには浅すぎる。日が霧のように溶け込んできたので、天と海がその時ゆるりと入れ替わったのだ。流れを下る船はもういらない、私が船だから。
海底だと思っていたのは頂だったのだ。知らぬ異界墓にするには浅すぎる海。日が霧のように溶け込んできたので、天と海がその時ゆるりと入れ替わったのだ。天と海がその時ゆるりと入れ替わったのだ。トゥルトゥラパパ、はい、ということで終わります。皆さんお疲れ様でした。よいしょ。いやいや、お疲れ様でした。疲れたな、これ。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いやいやいや、ちょっと、やばかったね、これ。いやー、教室終わったんすか？終わったと。いやいやいや、ちょっと、やばいやばい。やばいっしょ、これ。絶対やばい。これは、ちょっと待って、もう帰んなきゃ。ご飯食べて、よしよし。いやー、すごかったマジで。考えてないことしか喋ってなかったわ。やばすぎた今。いやー、マジやばかったな。しかし、ちょうどおはよう日本のディレクター来るっつったからな。今月末だっけ。よいしょよいしょ。いやいやいや、マジで。ああ、疲れた。お疲れです。じゃねえよおめえ。おめえとは宅急便どうすんで、家の中のやつがよ。はあ？ぐらあ、さっき3時間ぐらい、なんかマジで、なんか完全にゲームのレジスタンスやる、なんか主人公みたいな感じになっちゃってさ。マジやばかったかも。やばい。マジやばいよ、マジ。なんかかますぜみたいな。で、お前、やっぱ俺多分死ぬんよ、最終的には。ロケットランチャー持って行くじゃん、国会議事堂に。それで、やられて、で、そこがオープニングシーンで、やっぱ、その、恭平、坂口レジスタンス2が、お前が主人公で、その、俺が多分45やろ、今。お前が10やろ。ってことは、50、俺が60ぐらいで死ぬんじゃない？ロケットランチャー持って。で、バーンって国会議事堂爆破される。で、ミニクーパーみたいなちっちゃい車乗って、全然その、なんていうの、戦車っぽくない感じでぶっ壊すんじゃないかな。ビヨーンって天井開いてさ、かますんだと思う。それで、俺の死後、その、お前のゲームが始まるみたいな。で、次、父は革命を起こした。しかし、父は破れ、死んだ。
そんな感じでお前のゲームが始まる気がした。まあ全部ゲームだから。いやまあ最高だったんだけど、いやでもどうするかね俺。いや宮台さんがねテレビにちゃんと出ろって、テレビに、そうテレビに出てちゃんと革命家として行動を起こせっていう。でも今んとこ何の問題もないじゃんうちら。だから13万人の都市国家はもう俺建設済んでるから、トロピコ的に言うともう国はできちゃってるから、だからそれを何千万人の国を作るところまで伸ばしてテレビとかにちゃんと出て、こののび太くん、ドラえもんとドラのび太の後とかに俺虚栄ですみたいな、知りたい人は0908064666みたいな感じでメディアジャックしてぶっかませって言ってんだけど、どうもやめとけって感じ。まあ死ぬよ、死ぬとは思う最終的には。怪しいよね。どうする、政府狙われる、政府狙われる、絶対 100% 狙われると思う。だってもう、だって俺の同調してんだもん警察。俺のツイートしてほら虐待が来たとか言ったらすぐ連絡みたいな。あ、くーちゃんが応援してくれてる、もしかして俺頑張ったかな。くーちゃん頑張った、俺くーちゃん、くーちゃん でも鳥は分かるからね、鳥は危険かどうかが分かるから、今は危険じゃないっぽい。はあ、マジで絶対に家では鍵かけるね、げんちゃん。うん、いやー疲れた、風呂入ろう俺。はい、ちょっともうつくねやるかな。もうなんか全然腹とか減ってないんだけど。めっちゃ怖い。いやマジ腹全然減ってねえ俺。え、じゃあ食べなくていいの？食べなくていいぐらいやばいかも。アドレナリン出まくってもうほぼなんか麻痺してる状態。もうわかる、これなんかあの戦争中にあのモルヒネを刺すみたいな痛みがなくなっちゃって。いや疲れた。まあでも食べるか、ご飯ちょっとつぐわ。ふーちゃん、ただいま。ふーちゃん、ただいまです。はい。はい。いや、マジすごかったんだけど。マジすごかった。いや、結構か、もう前回超えた。まあ、確実に前回の。前回の対談は余裕で超えた。いや、もう言ってるレベルが違ったもん。まあ、結局実践するって、ちゃんとテレビにちゃんと出ろって言われて、最後は。だから13万人ではもうできてるわけじゃん、俺もその独立国家をある意味では。みんなちゃんと助け入れて、そういう、いや、もっとそのパイを増やして、今の自活してる完全な状態から、もっと抜けてろ。なんならそれこそ、寄付は60億集まりつつ、もうロケットランチャー作れってことですかみたいな感じだったけど、買えってことですかみたいな。オウム真理教になっちゃうんですよ。同じ熊本出身で。でも、いやだからその結局オウムと同じ目で見てた中田さんはね。だからやっぱ次中田慎一さんとちょっと対談しなきゃダメだと思う。いやマジや。まあまあお腹が全然減らない、どうしようこれ。ちょっとアフターパーティーちょっとしてきて、やめた方がいい。じゃあ30分。マジやダメですか。じゃあ家族って言った方がいいですか。ちょっといやいや、お疲れ様でしたってスペースまた開きたいんだけど。ダメ。はぁ、あ。ちょっともう、たまちが一回しちゃったから。うん、大丈夫。一回、スペース1日1回まで。はぁ、あ。やべえ、ちょっと。あ、くーちゃん的には行っていいよ。頑張ったら。くーちゃんが早くて。はい。くーちゃん。じゃあ、くーちゃんとスペースやる？くーちゃん？俺、いけるかな？頑張れるかな？くーちゃん？頑張れ今日できるでしょ？お前はできる。人助け会の大谷翔平、坂口慶平。サンデー1組、人助け会の大谷翔平、坂口慶平です。3年連続 MVP です。ちょっと、これ自己紹介したらめっちゃいじられそう。やべえ、あいつ。やべえ、みたいな。
でも、あいつ絶対近寄んないほうがいいけど。人助けしたいのに誰も近づいてくんないの、お前。お前、俺鳥だったら死んでるぞ、お前。近寄ってくんなかったら、お前。あ、てか、水浴び用の水あるよ。水浴び用の、これ。あるね、それで、うん。いやー、マジで。笑ったよ、もう。いやー、しかしさ。ちょっと風呂入るか、俺。よかったね。でも、くーちゃん、ほんとここに来てよかったよね。ペットショップでずっといじめられてたんだから。え、その鳥に？そう、同級生のその十四松たちに、これ、なんか、超いびられてたらしくて、超かわいそうでしょ。うん、ひでえよ、マジ。マジでいじめてるやつぶっ殺したいからな。だけど、その、やっぱりこの怨念がやっぱりさ、俺の、俺が、熱がすごすぎて、多分、あの十四松、全部4匹死んでると思うよ。なんか間違って空調がなんか動かなかったとか。じゃあちょっとパパもうセーフ狙われちゃって。いや大丈夫大丈夫、まだセーフは狙ってない俺のこと。ただあのなんか志村けんとかと思ってると思う。ただの気違い。なんでもそう、ただただの気違い。なんでもできるただの気違いと思ってる。でもなんでもできちゃうから。やばいこと。やばいじゃん。なんでもできちゃうやばい。そうそう、なんでもできる。なんでもできるのは確かなんだけど、ただみんなは気違いだと勘違いしてるからマジで。やばいと思うマジで。行っちゃってると思う。だからさ、うん、ホームレス、外見ホームレスだけど中身はもう裏で世界。それお前映画見すぎだろお前。お前映画と映画見すぎ、映画とゲームやりすぎだって。いやー笑ったね本当。じゃあご飯食べた方がいいか。うまいよ。食べろよ。いやうまいのはわかるけどなんかもう満足しちゃってんだよな。いや満足すんだよ。そうそう食べるじゃねえぞ。まあそうだけど、はあ、いやそうだよね、無理して食べなくていいよね、これすげえ満足してるから。いや今お腹減ってないの？いや俺お腹減ってないんだよ。あてか俺あれか、あのタバコ忘れてたかも。タバコさ、スペースやんない方がいいかな。がいいよ。ああやりたい。もうねちょっと俺をじゃあちょっと俺を誰かみんな3人でマッサージしたらいいんじゃない。ちょっともうやばいよ、もうなんかね、なんか鎖を引きちぎられたゴリラみたいな、なんかもうハルクみたいになっちゃってるから今日ね。ちょっとゲンちゃん今やばい、俺ハルクみたいになっちゃってるから。なんかこの家をバーって走って国会議事堂まで行ってる。やばいかも、やべえかも。ちょっと止めてくれ。危ないよ。ドラえもん助けてくれ。ドラえもんだったら何、道具何出す。くーちゃんまで応援してくれてるよ。行け。お前、行け。いやー、マジ疲れた。やべえよ、マジ。かました。でも俺思った。今日、話した人って日本で一番俺が思うに一番頭いい人だった。でしかもほら襲撃された人知ってる？あのテレビでさ、大学で襲撃されて、でもそれでも負けじと今も大学行ってんの、 SP つけずに。やばくない？俺と同じレベルでしょ。で切りつけられた暴漢に。それでニュースにもなって、つまりその殺されようとしてたんだけど、だそいつも革命かない俺と一緒に。でその人は今もう関係なく大学に行ってる。やばい、メンタル最強なんだけど。俺らメンタルやばいやつだから、もう世界変えることしかない。でも宮台さんすげえ、でもなんか本当になんかすごいこと言ってた。やっぱりそれでもやんなきゃいけないから、もう時間がないから、もうなんかまた刺されてらどうしようとか言って、それで閉じこもるんじゃなくて、やっぱ行くしかないっていう。なんかまあ逆に言うと、それで強兵13万人で都市国家で満足してんのかっていう感じだったの。いや、ケージかけられてる完全に。だけどやっぱりそれ必要だってことだよね。俺いないとやばいもん、メンバーとして。そのそれを守る、そのドラゴンボール的に言うとさ、多分そのやっぱりピッコロベジータだけじゃまずいやん。悟空も悟空か。トランクス頑張れや、ケンちゃんっていう。いや、お前ほんとトランクスだと思ってるからね、それ。
お前は本当に人に優しいから。でもみんな人に優しいだけなんだけどね。ね、優しすぎるあまり。でもこのクソったれの社会をどうにかして変えなきゃいけない。社会自体を変えなきゃいけない。今やばいよ。今やばいだろ、この社会。お前だけなんだから、世界で幸せなの。本当に。くーちゃん、あ、くーちゃん、今くーちゃんも幸せだもん。俺も幸せだって。ああ。お前、げんちゃんは幸せ。だからそんな断言できるやつ今いないんだって、小学5年生だって。お前、ミラクルすぎるって、ほんと。いいんじゃないの今。まだちっちゃい頃幸せだ。うん、でもやっぱそんな、俺ちっちゃい頃そんな幸せじゃなかったもん、俺。そんなげんちゃんみたいに。てか、それ聞いてくる人もすらいなかったよ。心配で幸せってなんか。だって幸せって聞けるってことは俺も幸せってことじゃん。あ、うん。だって俺が不安だったら聞けないじゃん、人に。いや、何人聞いてたんだろう、これ。やばいと思うよ、今日。え、そう状態かな、これ。え、ちょっと、計算とかができないんだよね、そう状態。何足すなんて言ってみる。18+30。全然わかるよ、50。え、答えは何？ちゃん、うん、お前答えを、その答え、問題出した人が答え分かんないって、やっぱり、あってた、あってた、よし。じゃあ、とりあえずタバコだけを取って、スペースはしないで、10分以内に帰ってくれ。あ、やばい、出しちゃいたい。みんなと語り合いたい。あ、危ねえ。そうだよね。やっちゃったらね。そうだよね。やっぱ、やばいやばい。やりたいや。うん。疲れてることに気づかないの。でも、そうだよね。うん、疲れてないんだよね、今日。いや、だからそれが疲れてる。うん。いやマジでやべえよ。これ何、これスペシャル、これジャイアン、あ、映画ね。なんかちょっとモンゴル系じゃない、これ。な、何、キバケ、不思議な果実、不思議な壁使い、壁使い、風使い。俺じゃん。いや、俺だって 4歳の時の妹がほら竜巻起こせてたっていう。やばくないそれ。いや、俺この前告白されて、私4歳の時、あの恭平君が竜巻起こしたの見たんだけど、あれ嘘かなとか言って。え、パパが、いや、俺に聞いてきた。お兄ちゃんがその風を起こしてるのを、俺妹からお兄ちゃんって言われたことないからさ、恭平君っていう別人格で言われてたからさ。まあ、ゲンみたいなもんじゃない。ゲンもそうじゃん。弟って言われたことない。みよ、うん、ゲンコちゃん。クーちゃんがすごい落ち着いてきてるね。クーちゃんなんかすごい。落ち着いてきてるか、喜んでる。嬉しい嬉しい嬉しいだ。嬉しい嬉しい嬉しい。ここに来て嬉しい嬉しい嬉しいだ。よかったね、ほんと。いやー、マジで。もう疲れたわ、ほんと。いやー。もう、くーちゃんはくーちゃんだから。でもやっぱいじめられてたから、状況がいろいろ違うと思う。ただ、歌だけはすごく歌ってたんですよって言ってたから。よく歌を歌うこと、なんかそれいいよね。なキャラクター的にはゲームの登場人物になれそうだよね。やべ、今日もスプレーやっちゃう。今日やめとく。今日もうちの読者とやっちゃう。また誘われちゃうかも。やめとく。ダメですか、ママ NG。ダメだ。もうダメばっかり、ダメばっかり、やだ、ダメダメ、スペースダメ、スプラダメ、もう絶対やだ、もうダメばっかり。じゃあ何だったらいいの、何がいいの、人生ゲーム、トランプ、
え下でスプラトゥーン やっていいのやばくね下アトリエでできる。あ、だけどテレビ画面は使えない。全然問題ない。あ、いける。やばいじゃん、それ誘っちゃう。スプラ。うちの読者全員ついてくると思う。しかも2人だし、あ、前回2人と3人だったから、もう1人呼べばいいんじゃない。もう1人、リッター使い。リッター使えるやつ呼んだら良さそうじゃない。そう、ローラーってシューターでしょ。俺はなんか中間。お前は中間。でもお前がローラーじゃない。多分いいローラーできんのかな、あいつ。大丈夫、動き大丈夫。俺たちできる前提で言ってる。できるのか。あ、できたら夢叶う。いや、そしたら俺スペースやってる暇ないじゃん。あ、ね寝ます。あ、青子おやすみちゃん。パパそれスペースやってないの。いやー、ほんとやってない。スペースってどういう感じ。ここの中のツイッターの中で話すって感じ。ツイッターのボイチャじゃない、ボイチャじゃない、俺の声しか聞こえないから。ああ、そうそうそう。あ、パパの声が聞こえて読者はコメントでやる。そうそう、コメントっていうか、コメントでも、いや、参加できるの。リクエストっていうのがあって、で、リクエストしていくって感じ。いや、押したい、ボタン押したいけど、まあ、ちょっとやめとこう。今日はもう携帯開くのやめよう。携帯開かないもん。え、何してパパ、ここに行ってるけど。ああ、何してる。ああ、家事をね。じゃあ明日から家事がついやっちゃう。家事マン。家事マン、もうな、俺バカだからさ、どっちかってオンオフだから、家事だったら家事マンになっちゃうから、家事マンになった方がいいぐらい、ママ。え、ママ、いいよ、そしたら、全然、ツイッターの読者は全然忘れられる。もう、命の電話も別に死んでいて、もう書くわ、そしたらツイッターに。もう俺、家事マンになるから、家族からもうクレーム来て。そこまでしなくていい。そこまでじゃない。あ、よかったよかった。じゃあ何割何十パー何十パー。占い。あ、占いの本、あ、書いてあげたの。もうあなた占い師として。違う、皆さんに。あ、これ皆さんに。あ、超かわいいじゃん、これノート。5割5割でいいの。社会5割、家族5割。どっちどっちどっち。だからさ。何5割。くーちゃん、くーちゃんは、くーちゃん。あ、たいい、やばいね。それに、じゃあ、かやん。え、これは誰。あ、これ、あ、そうかそうか。この希望って書いて、のぞみさん。あおちゃん。うん、ほら、あおちゃんもう画面 見ないようにしてるからさ。じゃあさ、家事5割、スペース、スペースは5割、スペースってか、まあツイッターね、全部それゼロ、それ全部がツイッターだから。ツイッター。え、でもさ、くーちゃんもちょっとかまってない。じゃあ家事は4割、家事4割、1割くーちゃんで、ツイッター5割。入れすぎで、お前は無視していいんだっけ。家事4割で、ゲンは無視していいの。2割無視。いや、もうそれパーセンテージ難しくない。俺は 1% でもいいけど、キューちゃんとか、ツイッターとか、いや難しいわ。やべえ、もうなんだよ、どうすりゃいいんだよ。じゃあ明日からまず家事、ちょっと明日一回一日家事行くわ、ママ。ごめん。もうすぐね、やっぱもうちょっと人助けに夢中になりすぎちゃうから、ごめんね、それは。でもさ、一応家にはいるじゃん。家にいない子はないじゃん。でもなんかもういるいないみたいな。頭いっちゃってるから。そうか。じゃあ分かったよ。はあ、じゃあ明日からカジマになるわ、一回ちょっと。カジマにはならない。カジマにならない。どうなってちょっと、今もう、カジマになるぐらいにやった方がいいと思うんだけど。うん。一回ちょっと明日カジマになるわ。明日休みないよ、全部休みだから。で、俺パパとちょっとなんか遊びで。ちょっとお誘いがあって、ゲンちゃんから、ママ。じゃあ、ゲンマ、じゃあ、カジマとゲンマ。カジマとゲンマで、ネイネの授業はやんな、教えなくていいの。勉強は青マンはいらない。青マンなしで OK。 青マンなしで OK、 入りました。クーちゃんでしょ。クーちゃん2割、ゲン2割で、フーマンにはなった方がいいでしょ。フーマン2割で、カジ2割。
2割。2割余っちゃうから。ついた2割。ついた2割。じゃあ、ついた2割。じゃあ、ついたらさ、2割。全部終わらせて、夜の10時ぐらいから12時まで2時間やるみたいな。じゃあ、明日の夜10時まで。もう開かない、絶対。命かけて開かない、俺。じゃあ、ちょっとさっき取ってくるわ、タバコ。ちょっと、一服ゆっくりする感じはしていい、10分。絶対しない。もう近い。神近。現地、していい？神近。10分。神に近って10分間絶対開かないから、ちょっと下でゆっくり一服だけしていい。ちょっと、ゆっくり。タバコ一服を流しそうだよ、ね。いや、マリファナみたいにゆっくり吸いたいよ、俺。それはスマホはいる？いや、いるいる。それは音楽聴きながら。いらない。あら、俺、ちょっとさ、俺、鍵ってどうしたっけな？家鍵ってアトリエ鍵どこ行ったの？お前持ってない。お前ふざけんなって思う。なんなんだよ、お前ら、ほんとによ。うん。何ちょっとじゃあ行ってくるよ。じゃあすぐ帰って、5分で帰ってくるわ。